なんか先月のやつをまたあの辻君がまとめてくれたみたいなんで、うん、ちょっと聞いてみましょうか。はいはい、じゃあ、ラジオ。キンキンかもしれる男。ちょっと早いな、有吉さん。僕じゃないんですよ。この方と戦ってほしいんですよ。ラッパーザキバチョフ。ラッパー虫バチョフ。タムシ、タムシ、タムシ。キンキンクソ虫、タムシ。キンキンクソ虫、タムシ。なんかこんな小学生のいじめみたいな。こいつと戦うよ。クソムシタムシデブタムシリンキンクソムシデブタムシだから取りたくなったやろ もうギュウギュウもそうだけどワンフレーズ勝負だからリンキンタムシって俺それ言ってないよあの席もちょやめてくださいよいじめじゃないですかって言ってすごいねいやありがたいですねまたまとめていただきましたハードなバトルだな、うん、こうやってまとめるとよくなるもんだねどうぞかっこいいですよありがたいですね、はい、面白かったですね、はいはいやんのかなじゃあ今回も、はい、飯沼と西尾、はい、でやんの、はいうん、できんのかねお前らみたいなもんがまあ大丈夫です大丈夫ですやれじゃあやれますはいラジオネームラッパーザキバチョフかよこいつチンコの綺麗さ三村も絶賛マゾプリに女王も称賛どんなものでもアナルにレール土壌入れても破けずその大きさはまるで四次元ポケットチンコもアナルも全てで最高それが有吉という男よ、うん、俺のチンコ褒めてくれるの三村さんじゃなくて大竹さんだからちょっとラッパーザキバチョフさん大竹さんだそうです何やってんだよお俺のチンコ俺のチンコのこと言ってんのかおいおい俺のチンコのこと言ってんのかおいこれただ怒られてるだけでこれちょっと今大きい声でおいっておいおいってプレッシャーかけられてるだけじゃないですか全然ラップもただただ怖いっすよすげえかラジオネームタモリドラできんのかお前みたいな中途半端なハゲ人間はい今や日本人的なしじゃあ待って何で自分でスクラッチ入れないでくれよそれが俺のスタイルうるさいんだよ早く早くやれ早くやるおいおい今や日本に敵なし、有吉弘行、くだらねえネットニュースなんか気にしないその男気。今日もゲスナー引き連れ、電波に乗せて届ける心意気。ラジオでも止まらない快進撃。みんな尊敬、みんな大好き有吉弘行。YO! 西尾の嫁さん185センチ。代々木の大巨人。大巨人じゃねえ。ただでかいだけ。西尾は女子バレーが大好き。女子バレーでしこってばっかりいる。だから嫁さんもでかい。女子バレーの選手気分で結婚した。でも俺らから見るただのアンドレスジャイアント。それマジショック。ジャイアントじゃない。でかくて綺麗。優しい。でかくて綺麗。綺麗な人にでかいなんて言葉使わねえんだよ。デブで美人とか言わねえだろ。バカ。でかくてブスだよ。スモールよりビッグライク。ビッグ。綺麗。何言ってんだ何言ったんすか今。なんだこいつ。難しい。ラップお前なんかにできないから、俺らぐらいにならないと。俺らぐらいいや、なってる。俺、犬もいけ。はい。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。またこいつかしつこいな、ストーカーなんじゃねえか。あんなに可愛かった子供時代。それが今やただのクソジジエ。お笑いの腕は日本一。でも顔の余白の多す世界一。中央に全てが寄った顔。汚い金玉みたいな丸顔。友なし、彼女なし、人望なし。孤独な人生を今日も邁進。
おい、ま、毎回同じこと言ってきてる。いい加減しろよ、ラッパーの前、ザキバチョ。いっぱい俺の悪口ひらめくなと思ったら、一緒ばっかりやねんか。いい加減してくれ、ほんとに。参ったなぁ、いろんなことばっかり言って。返してくださいよ。なんで返してくださいって言われなきゃいけないんだ。ディスられましたけど。ディスられた。俺だって、ラッパーザキバーチョフの顔も知らねえしな。それあんまりディスれねえだろ、そら。いや、まあ、でも、まあ、いいじゃん。まあ、でも、バトルの方が。うるせえな。おぉおぉ今のは怒られてますよ、多分。大きい声でおぉって言ってるんですよ。ヒップホップじゃないの、これ。圧力なんですよ、今の。怖いんですよ。ヒップホップじゃないの。ヒップホップちゃんとやってくれ。わかりやすくやってくれよ。イェイ。イェイじゃないんだよ。おぉこれ、なんじゃん。ノルチさんじゃないんだから。おぉって言ったら、おぉって言うなよ。久々に、白手寺飾りやるなって。おぉはい、いきます。やんなくていいんだよ。はい、ラジオネーム三平。共演者の脇をガン見する変態利用し、脳裏に焼き付けて楽屋でしこるらしい。こんな奴に街を散歩させるのは危険だし、愛想笑いで視聴者騙してるクソ MC、ファッションセンスはコロッケ並み。顔面の輪郭はほぼピザマンと同じ。一生独身間違いなし。俺らと一緒に食おうぜクセ飯、愛してるぜクソ容姿。コロッケだけは許さねえ。コロッケコロッケだけ許さねえぞ、おい。誰がスパッション選手コロッケと一緒なんだ、お前。いや、おい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 、なんでコロッケと一緒って、お前。俺、せめて青木隆二ぐらいは行きたいわ。ひどいわ、青木隆二のファッションセンスも。なんでコロッケさん、本当にもうダメだ。もうちょっと今日はもう乗らない、気分が。いや、そうなってくると企画自体乗らないからムッとしてるわけ。おおじゃあラジオネームキンキソムシデブ男。ちょっと早いな、有吉さん。僕じゃないんですよ、この方と戦ってほしいんですよ。ラッパーザキバチョフ、ラッパームシバチョフ、タムシタムシタムシ、リンキンクソムシタムシ、リンキンクソムシタムシ、子供の話みたいな。こいつと戦うのよ。タムシタムシタムシ、クソムシタムシデブタムシ、リンキンクソムシデブタムシ。だからそれだけだよ。やろう。ひどい。スウェーじゃねえんだ。スウェーじゃねえんだ。やっぱりこう連戦連勝でございます。そうですね。すげえな。すごいな。加藤。うん。ヒップホッパーのコーナーですね。はい。リスナーのクソみたいなライムにね。うん。私、有吉ですか。はい。はい。有吉さんです。DJ。うん、愛し、愛しと呼んでください。愛し、DJ 愛が対応します。DJ 愛が。どうぞ、はい。ラジオネーム、股関節痛。股関節痛？股関節痛。グルコサミン不足。バカ。グルコサミン飲めよ、しっかり。その股関節の、軟骨のところが弱ってね、痛いの、股関節痛は。世田谷の飲めよな。はい、グルコサミン。そうですね。ラジオネーム股関節痛。いや、直せって。そっか。いつまで掘ってんだよ、そんな。おい有吉、お前のファン層見えてこない。誰得なタレント、それがお前。周りに噛みつき、常に怒り浸透、演じてるのはヒールなんです。不機嫌そうな顔、生きてるのそんなに嫌かい？そんな画面には正直何も魅力感じない？わかったら一人寂しく反省会でも聞いとけ。でもそんなお前はジャポンで一番のコメディアン。このラジオも死ぬまで続けてくれ。サンドリーマジでないと困るわ。よう！俺が出てる番組とかを。はい、入れてくれてんの？たくさん、はい。ありがとうな。大人。ありがとうな。ラップバトルではないですか。ありがとう、ありがとう、ありがとうな。うん、
あ、いつも応援ありがとな。はい、おう、感謝感激ありがとな。よ、これからも頼むぜ。ありがとな。いや、いつも本当にありがとな。おう、うん、テレビありがとな。いつも見てくれて聞いてくれてありがとな。いつも本当にありがとな。ありがとう、ありがとう、ありがとな。ギャグみたいな。何何なんかパトルか、ありがとう、ありがとうな。ありがとうな、ラップだ。そんな感じでしたっけ、ラップって。なんか、次。はい。はい。ラジオネーム、ラッパーザギーバチョフ。またこいつか。口の出してやる。笑いを知り尽くした天才。つまらない笑いに滑って反対。現場は大爆笑さ毎回。その男の名前聞きたいかい。その男の名は有吉弘行。そんな軍事ロックスターに聞かせてくれ。海外行くならどこ行きたいですか。YO! えぇ、ハワイハワイ何何、まあ、アンサーしてますね、アンサー。はい。そうか、ハワイ行きたいのか。お前が参加すんなよ、このブス。ブスはやめろ。お前の嫁さん大巨人。巨人じゃねえ。お前の嫁さん大巨人。俺の嫁さんちょっと大きいぐらい。お前の嫁さん大巨人。巨人言うほどでかくない。神隠しにあった人間は全部お前の嫁さんが食ってる。食べてつまみ食い、つまみ食い。食べてない。また死んだ。またいない。全部嫁さん食ってる。お前の嫁さん、マジで口に人の髪の毛、歯に詰まってる。怖い、恐ろしい。だけど誰も手出せない。巨人だから。怖すぎるだろ。Yeah. クソババ。俺のターンがない。ソバージュ。ストレート。ソバージュ。ストレート。茶色のサングラス。毛皮のチョッキもん、そしてモンペ、ブーツはの先は超とんがってる木のブーツ。恐ろしい、怖すぎるだろう。お前の嫁ただの化け物じゃない。化け物じゃねえかよ。そんな感じなんすか。そんな感じじゃねえわ。ジーンズ履いてるわ。嫁ほら脂肪肝痛風。はい。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。大丈夫かお前、脂肪肝で通風。大丈夫か。大丈夫です。大丈夫なわけねえだろ。今んとこ大丈夫です。マジでずっと薬飲むの大変だぞ、通風になって。みんな先輩たちいっぱいいるけど、うんうん、そう、通風で何が一番ダメかっていうのを調べたら、うん、ラーメンだったっぽいんですね。はい。じゃあもうラーメン食うな、お前。一生ラーメン食うな、おい。でも、通風、一生ラーメン食うな、通風。はい。マジでめちゃめちゃ痛いぞ。風が吹いても痛いって言うんだから。はい、そうですね。ラーメン食うな、お前。今日から二度と。ラーメン禁止。ラーメン禁止、はい、禁止ラーメン。ラーメン禁止、禁止ラーメン。ラーメン禁止、禁止ラーメン。よーよー。禁止、禁止、禁止ラーメン。おう。禁止ラーメンってなんだよ。禁止、禁止、禁止ラーメン。どうストップ。おう。ストップ。ストップ。ストップ。イエー。ストップ。ストップ。ノーホー。ストップ。よー。そのラーメン。そのラーメン。ラーメン食べない。イエーででってで、ストップそのラーメン。ストップそのラーメン。読みますね。はい、交通よ。ラジオネーム、ラッパー。はい、いけ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 。ストップそのラーメン。ストップそのラーメン。決まったいきます。その心配とディスが合わさって素晴らしい、はい。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。いつかや。岡本真理に食らわすビンタ、うん、次のフィギュアをアナルに入れた。深田恭子のションベン飲みたい。パンストに入ったチンコにフルボキ。どのエピソード聞いてもクレイジー。警察は今すぐ有吉を捕まるべき。この人変なんです。そうです、私が変態まんじゅうおじさんです。よっだふんだ。じゃあ、キンキンクソムシ出る男。ちょっと早いな、有吉さん。僕じゃないんですよ、この方と戦ってほしいんですよ。キンキンクソムシ、ラッパーザキバチョフ。ラッパーム
しい、楽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 しい、陰菌クソ虫、楽しい、陰菌クソ虫、楽しい、なんでこの小学生のいじめみたいなやつこいつと戦えるよ、クソ虫、楽しい、デブ楽しい、クソ虫、楽しい、デブ楽しい、陰菌クソ虫、デブ楽しい、だから取り上げなさい、やろう、もうやりなさい、はい、どう、もう俺の悪口まだある、あるんなら別にいいけど、もう来てますよ、今日も来てますよ、あ、はい、まあ、あるんならいい、あるんなら別にいいけどさ、もうそろそろないんじゃないかなと思ってさ、まだ悪口、俺の悪口、俺をディスってくる、ディスじゃあんま困る、俺あんまりディスるとこないから困るだろうなと思って、そんな感じしませんけどね、そうですね、いや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 、悪いとこももう悪いみたいですよ、僕らは思わないですけど、じゃあ来いやろう、うん、バカ、はい、じゃあ行きます、ノン、はい、ノンから行きます、ノン、飯沼ノンから、ノンタンと一緒一緒に遊ぼう、ノンタンと一緒一緒に遊ぼう、もう始まってるよ、ノン返せ、ノン返せ、いいんだその煽らなくて、お前みたいなクソがよラップも知らないクソが、中途半端なバカバカ滑り芸人がよ、そのまま後輩にお前行け行けとか煽らなくていいんだよ、何距離こっちでノンタンと一緒はい、ラジオネーム、怖えラジオネームラッパーザキバチョフ、またこいつか、おいバカ、今までいろいろ言いすぎてすいません、いいよ、音源聞き直して反省、有吉さんは最高のお笑い芸人、うん、お笑いサンドリなど全てを愛し、トークの腕前はもはや神、才能に優れた天才奇才、うん、有吉さんに一生ついていきます、うん、なんて言うと思ったか、汚い顔に緩いアナル、今年もどこかでうんこ漏らす、汚い足の爪の皮平気で食う、しょんべんネタにそれわかる、そんな変態誰もわからず、ファッション悪い、顔悪い、うん、スタイル悪い、性格悪い、ションベン以外使いどころないチンコ、切り取って女子風呂にの入れてろ、そんで検察に捕まって引退してろ、よおこれはひどいな、死のいやいやいや、死の、まあ、そのそのはい、死のこれでコーナーですから、えそれはやっぱりラップで返すっていう。ディスリスペクトですか、詩の遺書に書こう、ラッパーザキバチョフって。喜びますよ。遺書に書いたら。喜ぶなよ。いや、なんだよ、喜ぶよ。友達にめっちゃ言いますよ、絶対。俺がやったんだぜって言いますよ、あいつ。俺なんだ、ラッパーザキバチョフにして。遺書書いて詩の遺書書いて詩の、ノンタンと詩のーと。ノンタンと詩のーですか、ノンタンと詩のー。一緒に詩のー。ノンタンと詩のー。一緒に死のう、悲しい、ノンタン先に殺してから死のう、ちょっと待ってください、躊躇しますよ、自分の時自分の時躊躇するで、なんで僕先殺すんすか、お前じゃないよ、ノンタンだから、あ、はい、お前飲んだろ、はい、バカ、すいません、はい糖尿が、糖尿が甘い、糖尿が甘い、肝臓がフォアグラ、フォアグラ肝臓、糖尿が甘い、ションベンが臭い。いや、僕、糖尿ではないですよ。ションベンが甘い、糖尿やろう。脂肪肝はあってますけど。ションベンが臭い。ションベン甘くないですから、僕。アリが集まる。アリ集まんないですよ。めちゃくちゃな。股間痒い、気づいたらアリまみれ。糖尿肝、糖尿脂肪肝、糖尿脂肪肝、痛風おじさん、痛風が痛い病気いっぱい言ってるだけじゃないですか、それ何なんですかそれ、ほんで糖尿じゃないですから僕、痛風脂肪肝だけですよ、ラジオネーム生きる元気が出てきた人ディスったら、うん、ラジオネーム走れバイセクシャル、なんで走るのよ、歩け、テレビの毒舌をアリオーシ、アリエッティはカリグラーシ、宮崎駿は顔タニーシ、アリオシと駿は仲良し、イエーイ、何言ってんだこらイエーイ、イエーイってうるさいんだ、イエーイとかヨーとか言ってるやつ、はい、もう今時のラップじゃないからそれ、はいはい、古いからステレオタイプだから、ちょっと相手にはできない、ヨーとかヘイとか言ってるやつは
ラップスタイルはすいません。古い、古い。すいません、すいません。まあ、俺関係なくじゃん。すいません。よ、何言ってるのかちょっとよくわかんなかったな。テレビの毒舌は有吉、アリエッティは仮暮らし、宮崎駿は顔谷氏、有吉と駿は仲良し。顔谷氏？はい。顔谷氏。宮崎駿も顔谷氏じゃないだろ全然。いやいや、それ違いますよ、ね。めちゃめちゃお前崖のヤギだろ。わかるわかる。あ、これ見えたね。そうだろ。崖暮らしのヤギエッティだろあいつ。ヤギエッティ言うなよお前。崖暮らしのヤギエッティじゃないんだよ。タニシより確かヤギですね。はい、ヤギ。もう次、うん、はい、ラジオネーム美は乱調にあり。どこだよ。悲しきズル向け無駄チンコ、感度が鈍くてふにゃチンコ、アナルは緩くてガバリンコ、ニューハーフみたいでゴメリンコ、いっそここらでカミングアウト、両頭使いで実は猫。よ、どんだけどんだけどんだけ。あれ猫なんすか？コミングアウトになっちゃった。猫じゃないだろ俺は別に、はい、猫じゃないですね。違う、万能だから。万能？あ、どっちも猫とか立ちのこと言ってんだろ。はい、はい、違う、俺はもう大立ちの大虎だから。大立ちの大虎。猫じゃなくて虎。大虎。立ち入りはどっちだ、大立ちの大トラ、それぞれ強くしたんですよ、ね、大立ち高校だから俺出身が大立ち高校の、あの大トラ学級だから。大立ち高校の大トラ学級なんですか。大立ち高校の大トラ学級で担任はあれだもん、あのもうあのクソクソ立ちガバコだから。クソ立ちガバコ。クソたちガバコ先生。女の先生だろ、クソたちガバコ先生。僕らと分かんないです。とんじゃげな。初めて聞けた。クソたちガバコラップどうなってんだよ。はい、全然さすな、俺出ないよ、やっぱりラップが。腹立つわ。もう腹立っちゃうだけで。そうですね。次。はい。ラジオネーム、タヘイ。有吉忍耐強い男。粘り強さは誰にも負けない。風俗場と待ち合わせても何時間でも待ってる男、すっぽかされたなんて全く思わない。彼女がどこかで事故にあったのかなぁと心配するような優しい男。そうだよ、ありがとな。それだけは言っときたい、俺は優しいんだ。うん、うん、で特に別にこれは、はぁ、あ、なんだなんだかなんだかなんだかよ、本当に。あとおかえり。え、あと返さんいますか。あんたがやるかよ。キンキンクソムシデブ男。ちょっと早いな、有吉さん。僕じゃないんですよ、この方と戦ってほしいんですよ。キンキンクソムシラピボバーザキバチョフ、ラッキーバームシバチョフ、タムシタムシタムシ、キンキンクソムシタムシ、キンキンクソムシタムシ。なんですかこの小学生のいじめみたいなやつ。こいつと戦うよ。クソムシタムシデブタムシ、クソムシタムシデブタムシ、キンキンクソムシデブタムシ。だからそれだけだぜ、やろう。もうやめろ。これが流れてる限り関の陰気の夢じゃなくなる。なくなるですね。とんでもねえネガティブ感じ。違うって言ってるんですけどね。これは他の番組であった時思わずさ、お前陰気だもんな。いや、毎週これ聞いてるから。一枚、ラジオネーム、はい、ゲス沢、ポケモンの話題。あ、はい、FM 群馬。有吉さん、この間ピンサロ行ったらなんとベロリンガーが出てきました。そのベロリンガー舐める攻撃を繰り出してきたので僕には効果抜群でした。ベロリンガーベロリンガー。ヒップホッパーね、はい、はい、どうぞ。はい、まずラジオネーム。もうでも俺へのディスもないんじゃない、マジで。でも来てます、来てますよ。はい、まだまだ無理やりだろうけどね。はい、まずはどうぞどうぞどうぞ。はい、行きます。タッチた。ラジオネーム、美は乱調にあり。ない。今までディスって悪かった。素直に謝る、この通り。これから手を取り仲直り。 War is over, love and peace。 今からお前のいいところ言っていくから許してほしい。ほれなんかさ、あのさ、さそれほど金玉でかくない。よ犬なの
ちょっといいとこ見てみたい。あーちゃちゃーん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  T シャツがちっちゃい。ちょっとピタ目の T シャツ着てますけど今日は。はい、ちょっといいところではないです。はい、じゃあ行きましょう。ラジオネーム股関節痛。直せ股関節痛だから言っとん。お前の名前はアリオシ。自転車こいだらチャリオシ。酢飯握ったらシャリオシ。砂場で遊んだらジャリオシ。お前の母ちゃんマミオシ。アリオシの大義こんなしオシ。坊主の俳優荒川よしオシ。おいアリオシ、ここまで聞いてセンス皆無のライムだと思ったろ。これが普段のあんたのこのコーナーでのアンサーラップと同じ完成度。精度確保、ふざけのラップのカウンター食らってお前は即ダウンだ。泣きながらお家に帰ってマミヨシのボニヨシでもチューチュー吸ってヨシノシ撫でられて震えて眠れ。マザファッカーなしヨシ、ジャリンコが。ヨー！レベル低いなぁ。レベル低い。はい。ちょっとやっぱただの悪口だもん。できればそのアンサーというかちょっと例えばこんなに言われて俺がちょっと塞ぎ込んじゃって仕事休んだらどうなる、ビビるんじゃない。まあ本当に塞ぎ込んで仕事休んだらビビりますけどそうだったらビビるでしょう、ね、うん、あちょっといい、ちょっとあそう、ね、まあちょっといい、うん、ね、はい、あんまりそういうこと言わない方がいいよね。股関節痛さん、ちょっと言い過ぎたかな。ちょっと言い過ぎた。そういうコーナーじゃないんですよね。すいません。え？バトルするんですよ。何バトルって。そのリスペクトし合ってっていう。リスペクトしてないじゃない、向こうが。もう普通に傷ついてらっしゃるから。そんなメンタル弱いですか。もう俺、メンタル弱かないよ。俺は強いよ。あ、はい。相当。あ、はい。はい。強い。相当強いからね。知ってます。はい。やっぱり強いです。めちゃめちゃ強いから。はい、メンタル、はい、やめないからね、なかなか仕事こんなメールぐらいではやめないです。まあ強いからね、俺メンタル、はい、メンタルって呼ばれてるから。いやそれは初耳ですけど。え、有吉さんじゃなくてメンタルって呼ばれてるんですか。モンスターがメンタルメンタルモンスターメンタルって呼ばれてる。俺もポケモンでいうところ名前でもうメンタル、メンタルって呼ばれてるんですか。進化したらもうあれだからダブルメンタル2倍ですか。2倍。え、なんで何にも言わないの。ダブルメンタル、ダブル、普通ビビるでしょ、はい、はい、俺全然やっぱり喋らないとき喋らないから、ね、メンタル強いから。いやめちゃくちゃ怖いですよ。行こう次。はい。ラジオネーム、いけいけ、ラッパーザキバチョフ。またかこいつ、クソ野郎がよ。後輩のフィギュアをアナルに入れる。佐竹のサインも速攻で捨てる。岡本マリに腹立って殴る。先輩に大量に塩かけた蕎麦食わす。有吉ただの変態異常者。死んだら当然、春のは地獄だ。地獄にいる親父と仲良くしてな！よ！親父は地獄だけど、もっともっと深い地獄だから一緒にはならないから、階層が違うから。全然俺とは階層が違うから。もう向こうは無限地獄だから。そんなこと言わないでくださいよ。赤いのもいますよ、お父さん。俺はもう軽めの地獄だから。もうな、ランニングジェーみたいな地獄。そんなか、高校生みたいな。向こうはもう血の池地獄、針地獄、もう本当のいわゆる地獄だから。いや、そんな。俺はもう地獄の練習ぐらいです。そうです。いや、軽いとこいますよ、お父さんも。いや、天国でしょ。俺はなってないですけど。地獄じゃないですよ、多分。いや、浅いとこいますよ。なんか重い地獄。ゴーゴーヘブン。どこまでも行こう。ヘンヘン。おい。なんだ、お前ら、急に。なんで入ってきたんだ、人へと、タカコが。人へと、あ、すいません。黙って踊ってる。なんでお前、人へとタカコ。人へとタカコ、人へとタカコ、人へとタカコは踊ってろ。ヨー！
いや、ようじゃないんですよ。踊り宣伝するべきです。歌え、歌え、ヒロコとエリコ。歌え、歌え、ヒロコとエリコ。人へとタカコは黙ってろ Don't forget! Don't forget じゃないんですよ。俺たちのせいで、タカコと、すいません。ヒロイさん、タカコさんすいません。エリコとヤワラは国会にですね。そうですけど。エリコとヤワラとカンドアリは国会行ってろ。よ。ようじゃない。ようじゃないんですよ。ブレイク。じゃあ、キンキンクソムシデブ男。ちょっと早いな、アリュウさん。僕じゃないんですよ。この方と戦ってほしいんですよ。ラッパーザキバチョフ、ラッパームシバチョフ、タムシタムシタムシ、インキンクソムシタムシ、インキンクソムシタムシ。なんかこの小学生のいじめみたいなやつ。こいつと戦うよ。タムシタムシタムシ、クソムシタムシデブタムシ、インキンクソムシデブタムシ。だからそれだけだぜ。やろう。もうやるな。さあ、というわけで続いてのこのヒップホッパーですけどね、まあ、リスナーのライムにフリースタイルで対応してますけど、我が松崎がねやってくださいます。ちょっと今月もちゃんと一生懸命ねやっていきます。まあいつ終わるか分からないからね、ラップもう気持ち切れるからね、こっちも向こうもやっぱり、まあ、どっちもだからね、やっぱ対決だからね、これね、今のはね、まあ、テレビでもやってますからね、行こうじゃあ。はい、僕は読めばいいですか。じゃあラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。どこでもうんこを漏らすクソよし、風俗で名前偽る釣りよし、アナルに何でも入れるガバよし、佐竹のサイン吸うてるクズよし、女の服着たがるホモよし、放送中に吐いたゲロよし、こんなクズ野郎は生きる価値なし、クソみてえなど田舎に引っ込んでろ。YOなんだ毎回毎回人の悪口ばっかり。いや、僕来てるんですよ。アナルに何だっつってた。アナルに何でも入れるガバヨシ。ちょっとやる気も出ないね、こんなこと言われたら本当にそうなんですか。なんかこう、うん、ディズられて、このいや、ディズられてディズり返す時もあれば、別にそれはもう俺大人だからね。吸収しちゃうの。吸収しちゃうと。そんな戦ってらんないよ。いつも俺悪口言われてんだから。あ、そうですか。不愉快だろ。ラッパーザキバチョフさんと戦うってことじゃない。ただ俺怒ってないから、別にケツに何でも入れるガバヨシって、俺自慢だよ。そうですか、これ。風俗で名前偽る釣りよし。釣りよしだしね。まあ、釣り吉だし、まあ、村山でもあるしね。まあ、村山を使いますね。俺の名前は村山だ。いや、だけ。はい。はい。続きまして、ラジオネーム、美は乱調にあり。キモい。キモい。俺、キモくない。キモいやろ、松崎。俺はまだまだキモくない。秋葉原で死ね。秋葉原じゃ死なない。死ね、秋葉原で。死なない、秋葉原では死なない。秋葉原の連中は、死体を見て見ぬふりするぜ。死体を見たら、ちゃんと片付けてくれる。俺がな、うん、お前の死体をな、万世橋から川に流してやるよ。さっき大幅に多分犯行予告だよ。なあ、はい、流れない、流れない。それでな、流れていく土左衛門のな、お前のな姿をな、肉の慢性からな、パーコン麺食いながら見てやるよ。俺だってパーコン麺食いてえよ。パーコン麺な、はい、秋葉原でパーコン麺食ってな、その足でな、新宿に帰ってな、新宿西口のところのな、パーコン麺食ってやる。好きだな。パーコン麺俺も食いて。俺もパーコン麺慢性で食いて。お前が慢性で食ってんだろ、パーコン麺。パーコン麺食いて。俺あの、
カンナナのな、カンナナの龍雲寺のところの交差点にあるチンチンっていうな、中華屋でな、パーコーメン食べるのすげえ好きだったんだよ。あの辺にな、ゴルゴさんの家が前あってな、そこでパーコーメン食ってからな、ゴルゴさんの家に行ってたな。トークじゃん。エピソードトークだけどな、はい、そのチンチンはもう、潰れたよ。いえってならないでしょ。だけど聞いて驚くな、その交差点のな、チンチンの目の前にあるな、スーパーサミットはまだあるぜ。いえ。チンチンの向かいにはな、あの有名ラーメン店世田谷があるぜ。朝は、昼の時間は昼顔っていう名前でやってるぜ。港の陽子って言って続くやつじゃないぞ。パーコーメン食った後な、ゴルゴさんちでな、カレー食わされるこっちの身にもなってみる。腹パックなってエピソードトークで。いやもう俺読めよ、じゃあさっさと早く。ね、時間ないから早く。はい、はい、有吉足のサイズ25センチ、女子並みガキ並みマジで小さい、タッパ172で靴25センチ、年42で靴25センチ、チンコズル向けで靴25センチ、アナルガバガバで靴25センチ、顔の余白でかくて靴25センチ、天涯孤独で靴25センチ。天涯孤独じゃねえよ。靴25センチのやつがコーナー仕切って、靴25センチのやつが問題出して、靴25センチのやつがゲストをいじって、靴25センチのやつが毒舌言ってろ。よパコメンでパコパコしてやろうか。ということでね、ちょっと深川君はラップみたいな、フリースタイルみたいなのは全然やらないじゃない？あ、でもね、やってはいますよ。あ、そう。さすがだね、やっぱり何でも取り入れるんだね。クラブだからね。そうか。だからね、毎回今毎週ね、フリースタイルみたいな感じで、リスナーとちょっと対決してもらってんだよ。リスナーが深川君の、メール来てるから、ラップがね。ちょっといい？付き合ってもらって。ああ、いいよ。僕はフリースタイルやればいい。やればいい。受けてね。こいつらのやつを受けてから。ちなみに、どんな感じでやってるかは、いいか。いいよね。もう深川君にやってもらおう。深川君のやつだよ。フリースタイルだね。じゃあ、松崎、我が君。僕は行きますか。はい、ラジオネーム、美は乱調にあり。いや、出川に皮を剥いてもらう。深川の人口反応する。深川の好きな AV のジャンル。素人ナンパ、浴場する。深川はもはや犯罪者予備軍。JK に手出し逮捕される。信用失い解雇される。人望がなく放っとかれる。仕方なく家で作曲する。クソみてえな曲、批判される。やけクソになって酒に溺れる。道で寝ていたら惹かれて死ぬ。YO! どうぞ。陰踏んでないけど。え、いいね。YO! え？とか言ってるけど、俺のチンコ。誰のチンコ。俺の好きな。いや、お前やってるっつっただろ。何？フリースタイル一応取り入れてるよっつったじゃない。うん。全然できてないじゃん。いや、びっくりした。びっくりしたね。いや、そういうもんだから。ディスられたら、そうそう。なんかこう、ラジオ、ディスナーに。ディスリスペクトだから。あ、こっちに入ってるから。こっちにやんの？そうよ。そんなに言われてんですよ。言われたんだから、それだけ。おい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 、お前の。チンコ一緒じゃねえかよ。何回やってんの？おい、ビワランチョ、ビワランチョ、君はタマランチョ、俺はランチョンマット。インに夢中になりすぎだろ、お前。インに、インを踏むのに夢中になる。俺のバナジウム。ジョイマンじゃねえんだから。お前のバナジウム。やめろ、お前。やんないのね、ラップは。ラップ？ラップは知らないの？いや、ラップは知ってるけど、このコーナーの、あのルールは、まだ。フリースタイルダンジョンとか見たことないの？
あのね、噂ね聞いてる。おうん。噂ね聞いてる。見てないのね、じゃあ。あ、でも、ちょっと、ラジオゲストで来てもらったこととかあるで。あるだろ、うん。だからもっとこう、ラップでちゃんと返してくれないと。今、なってなかった今、全然よ。ただそれ読んでるだけだから。読んでお前、ジョイマンみたいなことやってるだけだから。言い踏むのに必死で。ビワランチョン、俺はランチョンバット。バナジウム、バナジウム。いや、誰に言うの、こっちに言うの。そうだよ。それビワランチョンにあるの。もういいよ、そいつ。次行くから。もう一個ある。すぐ返すのね。そうよ。なるんで。即興だから。オッケーオッケーオッケー。うん。はい、じゃあ行きます。はい。じゃあ行きます。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。ザキバチョフ。見事に司会こなす5時に夢中。世間のみんなは深川に夢中。日本全国深川の手中。みんなに笑顔をお届け中。深川は今日も前進中。なんて言うと思ったか。汚い顔をテレビで晒すな。深川の顔はほとんど肛門だ。喋る肛門、語る肛門、DJ の肛門、司会の肛門。見ているだけで吐き気がする。深川の顔にモザイクをかけろ。よよよ、俺の肛門見たことあんのか。ザキバッチョ、俺の肛門、本当の肛門の美しさを見たことがあるのか。俺の肛門、誰の肛門、いつか訪問してみろと思う。俺のモザイク、君のブサイク、明日は対策練ってろよ。これ誰に謝罪したらいいの。これ誰に謝罪したらいいの。そんなんねえ、そんだけもう罵倒されてんだから、全然返せなかったんだから。俺ないんだ、そのディスリーが俺の体の中にないんだ。ああ、じゃあ別にディスらなくていいんだ、褒めりゃリスペクトもあるからね。うん。あ、そっちいいよね。そっちでもいいよ。そっちちょうだい。なんだろ、肛門意外と美しいみたいな、なんか、リンダリンダみたいな、なんなんだよ。出ちゃったんだね。リンダリンダが肛門出ちゃったんだね。肛門さん出てきたんだね。うん。ごめんなさい、ごめんなさい。リスペクトでもいいから。ラップをしてほしいね。オッケーオッケーオッケー。はい。じゃあ行きましょう。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。サンドリに高額のギャラ徴収。クソ芸人の吐きだめ鍋プロに所属。横柄な態度でスタッフに嫌われる。こんなやつ誰も好きになるわけなく。つまらない、臭い、まるでおぶつ。芸能界の汚いゴキブリ、それが深川という名の男。よよとか言っちゃってるけど、お前の悪口、結局愛情、そんなの。愛情、俺の感情、お前の戦場、どこか誕生、お前は好きだ、俺は、おい、いい加減しろ、お前。会長呼べ、会長。鍋プロの会長呼べ、早く。いや、途中までいい感じだったよ、今。全然だよ。途中までいい感じだったよ。インフォムロに必死なんだよ。何回そのミスやるんだよ、お前は。全然、ラップできないのよな、結局。ね。いや、だってさ。しないですか、そのフェスとかでは。いや、だからフェスとかじゃなくてさ、こういうのはさ、本当にこれ、一回ね、家に帰らせてくれればもう100点のやつ持ってくれる。家で作ってくんのは得意なの。得意なの。アドリブそんな得意じゃないんだよな。いや、アドリブっていうか、それをやらせてくれれば。難しいです。いや、でもそうはいかないからね、1年に1回しか。じゃあもう一回ちょうだいよ、もう一回やらせてよ。まだあるの？このままじゃもうダメだよ。もうねって。じゃあ俺が今やるよ。俺がやるよってどういうことだよ。え？じゃあ何？全体に？じゃあリスナー全体に。サンドリにやるよ。サンドリやってくれよ。いや、今日のサンドリ、こんな段取り、いいの、カンドリ、しのぶサンドリ。お前、それ考えてきたやつだろ。え？考えてきたやつ。上がってる。これだけよ。さすがに今でも考えたやつじゃない。考えてこのクオリティはさすがにひどいだろ。ね、カンドリじゃないんだよ。いや、分かった。ラップ下手なの。これはいいだろ。これできるよ。得意分野やらせてやるよ、じゃあ。あ、そう、一番得意。ごめんなさいね、なんかね、迷惑かけて。ラジオネーム、サンチョ。チンコあるあるを一つ教えてください。
いやだから、あるあるの走りだね。言ってもさ、なかなか難しいんだけどさ。頼むよ、一番いいやつ。うん。結局ね、触れるか触れないかぐらいが、一番いいよね。この、袋の方のね。そうだね。ヒップホッパーのコーナーでございます。はい。深川くんのラップもひどかったね。深川くんのラップも相当ひどかったけど。そうだね。リスナーのライムにね、フリースタイルで対応という。はい。我が松崎。はい。にやってもらってます。はい。まあ俺、まあ本当にトンカツ DJ あげたろとか読んでるから、ね。トンカツ。トンカツ DJ あげたろ知らないの？知らないです。全然だな、お前。ヒップホッパーじゃないよ。あ、そう。俺、トンカツ DJ あげ太郎で、だいたいヒップホップのこと勉強してるから。何ですか、雑誌。漫画、漫画。はぁ、ちょっと待って、チルアウトさせて。チルアウト。何ですか。今、ちょっとまったりチルアウトしてるから。まだ読んじゃいけないですね。さすが、トンカツ DJ あげ太郎の知識が、全面に出てますね。あ、そうさすがです、はい、もうチルアウトじゃあ終わり行こう、はい、はい、じゃあ行きましょう。ラジオネーム、うん、ビワランチョにあり、有吉のフォロワー数日本一だけど、インスタの方はいまいち。有吉のフォロワー親父ばかり、もしくは頭のおかしい人ばかり。上げてる画像は飯もしくは田中、それ見て群がる親父もしくはバカ。おしゃれで可愛い女子は軒並み無視、有吉クソ無視、イカ臭い部屋で孤独死。イエー、俺俺のインスタは、俺のインスタはチン、もうチンコばっかりだよ。怒られるでしょ。怒られるだろ。チンコ。チンコばっかり。チンコばっかりあげんじゃねえよ。俺はインスタですぐあれ検索するぜ。なんだい？女裸っつって。インスタがいつも風俗店の女ばっかり出てくる。当たり前じゃん。なんだあの風俗の宣伝方法。いや、インスタで女裸ってたらお前風俗店の女ばっかり出てくる。毎回毎回。うん、なんであれ。インスタで検索するからでしょ。なんか見たいんだよ。もっと検索。ちょっと番組チルアウトしようと。いやがって、この顔が何だ、この休んでる顔、これ何なの。チルアウト、これ今チルアウト中です。チルアウト、はい、チルアウト中です。どうぞ。はい、汚ねえ顔しやがって、お前またまた。もうメガネがお前サイズが合ってないな、顔に。お前なんか曲がったりよ、なんか肉食い込んでんじゃないか。気持ち悪いな。メガネのサイズぐらい好きにさせろ。先制攻撃あんのこれ。メガネのサイズぐらい好きにさせろってなんだお前。これはあと全部窮屈みたいに言うなよお前。何でも自由にさせてやってるだろう、まあ、お前のお父さんお母さんも、うん、お前みたいなもんほんとがんじがらめして家でお前縛って置いときたいよ、ほんとに。何にもしねえんだから。なんか別になんか稼いでこいとは言わないよ、親も ご両親も、うん、ただお前話し飼いにしてたらお前無駄遣いばっかりするから、お前家にお前あの蔵にでも入れといた方がマシだろお前。その分お前出費しないんだから、うん、ごめんごめんよ。ごめんよじゃないんだ。俺に謝ってしょうがないんだよ、まあ、ご両親に謝らなきゃ、うん、お父さんお母さんごめんよ。許さないぜ。よお父さん出た今ディスり合い。はい、負けたんだねきっと、はい、汗臭い、はい、ゴミ臭い。そんなことない。汗臭いゴミ臭い口臭い。いや口臭くない、気使ってる。歯磨いてきた。童貞キモだ。童貞別にいいだろう。キモいはいいけど童貞バカにすんじゃねえ。童貞キモオタ大衆すごい。童貞キモオタ大衆すごいかもしれねえけど、俺はそれなりに気を使ってる。汗拭きシートすげえ持ってる。周りの人間不快感すごい。そんなことないと俺は信じてる。周りの人間優しいだけでな、直接言わないだろうけどな、マジでキモいと思ってるから。
ただの ただの説教だよ。俺ちゃん、泣いちゃう。こんなフリースタイルダンジョンでこんな場面ないよ。はい、読めよ。はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ。今まで本当にディスしてごめん。本当は有吉のこと大好きだ、させん。有吉のいいところ言ってくぜ。いくらでもいいところが言えるぜ。有吉のいいところは喋ることができる。歩くこともできる。走ることもできる。食べることもできる。顔や体がある。いいとこばっかですごいぜ。まあ他の人間もできることだけどな。YO!ありがとう、ありがとう、ありがとうねー。いや、先日の。出た、感謝ラップ。いや、感謝ラップだけ増やしてもしょうがないんですよ。感謝の方向で、ね。なんかちょっとやっぱもう、みんな困ってるね。俺、ディスるのちょっと。まあ、ディスる要素がね。ああ、うん。ゲスナーがですか、うん、はい。あと、やっぱり、境ぐらいだからな、普通にラップできんのが。お前らラップができないからな。いや、そりゃ、そうそう、それは特殊技能ですから、ね、うん、ちょっと、うん、迷うな。いや、迷わないでくれよ。うるさいね、キモい。いや、キモくないよ。いや、キモいだろ、鏡あんのか、家に。キモいはキモいだろ、客観的に見て、自分の姿見て。アイドルマスターとか見てんだから、審美眼はあるわけだろ、うん、何が可愛くて何が可愛くないとか。うん、自分のてめえの顔鏡で見たらどうなんだよ。キモい。ラップやれよ。行くか。じゃあ続いてのコーナー、ヒップホッパーでございます、はい、リスナーのライブにフリースタイルで対応しておりますけども、はい、はいはい、じゃあこちらから、ラジオネームラッパーザキバチョフ。慶応大学卒業の加山雄三、勉強できない有吉まんじゅう、趣味が多彩な加山雄三、アナルいじりだけが趣味の有吉まんじゅう、家族もいて幸せな加山雄三、結婚後報で今日も一人の有吉まんじゅう、仕事も私生活も加山は神、仕事以外は泥沼底辺暮らし、有吉と比べて加山雄三は最高。よ、有吉最高、俺は応援してるぜ。有吉最高、有吉こそ神、私加山も認める有吉、本当に最高、有吉すごい、最高だぜ、なあチンペ、最高です。言わされてんだよ。あ、チンペさんが言わされちゃって、もう今のラップ歌ったやつ殺す。え、どうだって、ラッパーザキバチョフ、ラッパーザキバチョフ殺す。あ、やべ、逃げて、殺す、逃げて。はいよ、棒そこの棒持ってこい。棒でいけんの棒でいけんの。はい、次、はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、美は乱調にあり。ねえ。ラジオネームですかね。有吉弘行、マジリスペクト。MC もできて、大喜利も強い。見れば見るほどしけた面。裏打ちされた豊富な知識と、ひけらかさない品の良さ。とぼけた面してくだらねえ。頭の回転マジ早い。ありがとう。肝心な時ね、マジ噛まない。だけどめちゃくちゃ口臭そう。賢くないとバカはできない。俺たち世代の代弁者。ガールズバーの嫌われ者。それが有吉。よう、いかげんしろ。乗せて落とし、乗せて落としやな、本当に。めちゃめちゃうまいじゃない。やっとけ、そいつ。はい。しょんべんやっとくわ。そんなのはないです。そんなノベリティはない。本当によ。クソ野郎。なんだよ。はい、じゃあこちら。また、ラッパーザキバチョク。すごいな、本当に。偉そうに言ってる割に、金玉顔。
人に毒舌を吐く金玉顔、視界でうまく回す金玉顔、有吉イコール金玉、金玉イコール有吉だ。汚い顔、余白多い顔、しわくちゃの顔、どこからどう見ても金玉だ。整形して金玉顔変えろ。イエス、タカスクリニックでも行ってろ。よっ俺の金玉超最高金玉の話じゃない、金玉顔の話だから金玉は別にディスってないから俺の金玉が喋るぜ。え、金玉が喋る、俺の金玉が今から喋るぜ、聞いとるよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぞ、今から聞いてろよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぞ、今から聞いてろよ。Yeah. こんにちは。こんにちは。なんだ、ちょっとだけ出てきて。こんにちはって。なんなんだ。読め。はい、続いて、ラジオネームまた美は乱調にあり、しつこいなお前、もうだって送ってくる限定されてるじゃないか毎回最近もうそろそろだぞ、はい、本当に、美は乱調にありズルムケフニャチン気持ち悪いガバガバアナルも気持ち悪い、ひどいぞ、見た目も思想も気持ち悪い、だから風俗嬢マジでリスペクト、俺はここに断言、有吉マジでモテん、近づく女金目当て、彼に結婚できたところで保険金かけ、飯に毒混ぜ、じわじわと殺して飛ぶぜハワイへ。よただのあの事件じゃねえかよ恐ろしい恐ろしい、あの毒婦の事件じゃねえか、そんなもん、まあ、恐ろしい、なんだ毒をちょろ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 入れて俺殺すって、ひどいな、ほんとビワランチョウにあるよ、ほんとあれだな、警察呼ぼういや、ここに加山さんがいるのに警察沙汰にしちゃう、加山さん動かすまでもない、うん、はっきり言った俺のな、はっきり言った俺のな、携帯はな、いざっていう時警察呼ぶためにあるので、俺な、俺の警察呼ぶっていうな、意気組み忘れんなよバカ野郎おい、ビワランチョウにあり警察呼んでるからな、すげえ俺のな、携帯はな、いつだってな、110番にもうセットしてあるぜ。ちょんと触るだけで110番にかかるぞ。ビビってんじゃねえか。すげえビビってんじゃ、みんなそうですよ、うん、緊急通報はね。そうじゃ、ちょっと時間もあるよな、で、私のラップ聞いてください。ああ、ぜひお願いします。海よ。海よ。俺の海よ。海よ、海よ、その大きな愛でサライのように海包み、クシンマル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 、クシンサイ、小籠包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 、新馬、クシンサイ、クシンサイ。ありがとう、ありがとう、ありがとうな、いつも本当にありがとうな、ありがとう、ありがとう、ありがとうな、いつも応援ありがとうな、嘘ラーメン、ありがとうな、嘘ラーメン、ありがとうな、嘘ラーメン、ありがとうな、ストップ、嘘ラーメン、ありがとうな、嘘ラーメン、ありがとう、ありがとう、ありがとうな、ラーメン禁止、禁止ラーメン、禁止、禁止、禁止ラーメン、ラーメン禁止、禁止ラーメン、ラーメン禁止、禁止ラーメン、嘘ラーメン、そのラーメン。ストップ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 。このまま辻くんが編集してくれたリミックスを聞くためだけにやってるような夢に出てくるのその素材集めのために毎週毎週ダラ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 やってるコーナーですけども、もうずっとやめてもらえないから本当に毎回その月始めにやっぱり辻くんがラップまとめたやつ、新作が、あ、これ楽しいですね、
あのそのためだけにやってますんで、うん、ちょっとあの先月のラップバトルまとまってますんで、はい、ぜひ聞いてください、はい。有吉最高、俺は応援してるぜ。有吉最高、有吉こそ神、私加山も認める有吉、本当に最高、有吉すごい、最高だぜ、ナチンペ最高だ。サルラブムキの海や、俺は海よ、海よ、その大きな愛でサライの夜に海包み、甲子園丸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 、甲子園祭。俺の金玉に喋るぞ、今から聞いてろ。イエーイ、こんにちは。ひどい、何だこれ、ひどいな。歌謡曲が多かったからね、ラップっていうよりかは、歌謡曲ミックスみたいな、まあ、これまたあの皆さんのご協力で素材集めしていきます。楽しみですねこれ。ということで平子新妻が今回はラップを、はい、読んでくださいます。はい、行ってきます。ね、はい、じゃあ行きましょう。はい、僕から行きます。はい、ラジオネーム B は乱調にあり、うん、有吉に見せたいこの俺の尊いアナル、見た目ダイヤモンドバラのような香り、毛もなく薄いピンク、まさに選ばれしアナル、有吉のアナル、空っぽなアナル、だらっぴろいアナル、意味のないアナル、締め付けもなくただのバカアナル、クソアナルで困る最下級のアナル、毛でもじゃもじゃ臭い、くさくさ、うんこビチビチ、まさにケツビチ、嫌なら異常なら即チェンジ、クソ漏らし有吉よ。いや、お前いい加減にしろ。いや、俺の意見じゃないっすよ。なんだお前、僕の俺のアナルばっかり攻撃してくるんじゃん。いや、腹立つアナルアナル、もう今日だってオープニングだったアナルアナルって、お前ラストぐらいもアナルアナルって、お前終わるぞ本当に、アナルアナルに本当に。いや面白い。まあでもそれはある意味褒め言葉だからね。いい、新妻。はい、じゃあいきますね。ラジオネーム、うん、大丈夫を気取ってます。黙れクソブス。ブスではない、綺麗、綺麗な男。有吉本当はチンコが小さい、チンコにできたのイボじゃなくて小さすぎる自分のチンコだろう、イボと勘違いしてチンコ取って、有吉今はニューハーフ、昔の夢が叶ったな、仮にチンコがあっても有吉包茎、ズル向け嘘つきショーン系、悔しかったら見せてみろ、それができなきゃしょんけ、でもチンコ見せたら放送事故だから、有吉は一生単勝方形しょんけよ。しょんけ。俺の名前はチンポ。しょんけできましたね。なんだっけ、なんとか嘘つき、なんだっけ、ズル向け嘘つきショーン系。ズル向け嘘つきショーン系。ズル向け嘘つきショーン系じゃない俺は。ズル向け、ズル向け真面目、チンピーだ。チンピーお前ら、どうなんだって。もう一回ちょっと教えてくれ、お前ら。チンポの状態どうなんだっけ、平子は。向こうは、寒い日はかむるよチンピ。年がら年中ずるむけチンピ。おーウェイよ。いや俺は毎日勃起のチンピ。チンピって何なんですか。ずっとあったんですかチンピって。我らさまざまチンピ、三者三様のチンピ、いろんなのがあるから楽しいチンピ。お前らの嫁さんに見せてやりたい俺のチンピ。よいよいよ、真由美の前じゃ天でからっきし、ダラダラしなだれただけの有吉のチンピよ。
お前の嫁さんじゃ確かに勃起しねえかもな、俺のチンピ。おいよ。いや、うちの嫁は全然受け入れるって、その有吉のチンピ。いつでも来い、チンピ。所沢で待ってるぜ、チンピ。有吉の汚え、くせえ、チンポ。うちの真由美の前で音出してみろ。インコエンジ。怖くなかったら来てみやがれ。阿波踊りの時に、お前の嫁さんに俺のチンピを、触らせてやるぜ。同じチンピーなら触らなきゃ損損。おめえの汚えチンピーなんか埼玉になんか入れてやんねえぜ。阿波踊りの最中うちの嫁にチンピー触らしてみろ。きっとちょっと小さめの蚊が手に止まったぐらいの感触だろうが、腐れ有吉のチンピー。高円寺のな、阿波踊りが終わったら下北の天狗祭り来い。全員の天狗の鼻でお前天狗のチンピーだな。お前の嫁さんな、昇天させてやるぜチンピー。よいよ、天狗の鼻ぐらいの極太極長でもうちの前見受け入れるぐらいの強要性持ってるぜ。いいか、あのな、俺のな、俺の昔住んでた豪徳寺公園、いっぱい1万匹以上のな、1万匹以上のな、招き猫がな、お前のな、お前の嫁さんのな、あそこをな、招き招きしてやるぞ。ラップどこ行ったんだよ、ラップ。ラップどこ行ったんだよ。 Stay Night Dreamer Live On Air。有吉最高、俺は応援してるぜ。有吉最高、有吉こそ神。私加山も認める有吉、本当に最高。有吉すごい、最高だぜ。なあチンペ、最高だ。シャルラー吹雪の海、俺は海、海よ、海よ、その大きな愛でサライのように海包み、クッシュマル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 、クッシュサイ。俺の銀玉に喋るぞ、今から聞いてろ。イエー、こんにちは。スネイナイトドリーマー、いい加減にしてほしいや、本当に。面白い、何回聞いても面白いですね。そういえばさっきの吉川晃司さんのジェラシーを微笑みに変えてさ、はい、吉川晃司が強すぎなかった。かっこよかったです。久しぶりに聞くとやっぱ強いですよね、うん、ほぼ解読できなかった、ね、面白いな、吉川晃司さんはな。さあ、ヒップホッパー、リスナーのライムにフリースタイルで対応してます、うん、平子新妻がね、やってくださります。はい、お願いします。じゃあ、私平子からいきます。はい、ラジオネーム、ビワランチョウにあり。有吉フォロワー600万人。これは千葉県の人口に相当。有吉イコール森田健作、早起き剣道、クソ野郎。有吉フォロワー600万人。これはパラグアイの人口に相当。有吉のアナルの締まり具合、だらしない、くだらない、ED おちんあい。ちなみに世界で一番多い、KT ペリーは9000万人。KT めちゃめちゃ歌うまい。有吉めちゃめちゃ口臭い。いつも口臭いって終わっちゃうじゃないよ。さらば涙というもん。うん。あえてね、待つなよ。森田健作やっただけだから。ああ、じゃないんだよ。何を体をちょっと揺らして待ってんだ、俺の。What's up? 俺の What's up, man? What's up じゃないよ。ニーズも行け、俺。行きますね。ラジオネーム、学ぶ。有吉チンコにイボできて、イボを取ったら産んで臭い。有吉親知らず出てきて、歯が産んで口臭い。有吉アナルに極太マッキー突っ込んで、アナルガバガバアナル臭い。臭い臭いぜ有吉臭い。これじゃ風俗まともにいけない。臭い臭いぜ有吉臭い。風俗上にモテるわけない。臭い臭いぜ有吉臭い。包茎よりも有吉臭い。Hey yo! Yo! これもう完全にいじめだな。これもう完全に、俺自殺したってしょうがないんだよ。いや、まあいじめっちゅう。こんだけもう必要に臭い臭い臭い。反論の余地もない。
弁解もさせてくれないし。フリースタイルなんでね、ちょっとあれ。いや、フリースタイルの、フリースタイルダンジョンだっけ？はいはいはい。あれでこんな歌詞聞いたことない。そんな臭い。陰をね、踏んでんじゃないですか？陰を踏んで。ほんと？陰踏んでる臭いって言ってるだけじゃないか。モテるわけない。有吉臭い。全部陰踏んでます。なんかでもこの前、全然ちょっと違うんだけど、ベルちゃんってわかる？ヒゲガールのベルちゃんっていう、太田プロじゃなくて今ね。ベルちゃんがおちんちん取る手術、性転換手術してさ、女性、男性器取って女性器を作るっていう手術したんだって。さあさあ、女性器作りたてだとさ、閉じちゃうの。やっぱほら、ピアスの穴とかみたいに。だからさ、ずーっと、その、ま、男性器に似せたものかなんかわかんない器具があって、線みたいな。線みたいな。それをね、ちょっとずつちっちゃいのからだんだん大きくしていって入れとかなきゃいけない。それが結構痛いんだって、ベルちゃん言うには。で、そうしないとほら閉じてっちゃうから、普通性行為もできないから、ちょっとずつまあいわゆるバイブみたいなものだと思うんだけど、それ入れていって痛いんだよって言ってたからさ、俺さあれみたいなもんだろうって、俺がよく使ってるアナルパールみたいなもんだろうって。ちっちゃいアナルから大きいアナルにやっていくとき、なんか痛いけどちょっと気持ちいいもんがあったら、うん、よくわかるね。気持ちわかったよね。女性器を作った人の気持ちがわかった。パールの勇気を出せば出すほど痛いけどっていう。ごめんごめん。ちょっと話がそれました。それは、すげえそれ方したわ。はい。何アナルパールって。いや、こう。はい、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。またこいつか、おい。どうしておじさんは目が死んでるの？それは地獄を見てきたからだよ。どうしておじさんは余白が多いの？それはただのブスだからだよ。どうして女装で興奮するの？それは性犯罪者予備軍だからだよ。どうしてアナルみたいな顔なの？それはもちろん有吉だからだよ。有吉は汚いアナルだ。アナルがペチャクチャ喋ってら。喋る言葉はうんこのようだ。ズル向けアナルの顔まんじゅうさ。アナルに爆弾入れてコッパみじになってなぁよアナル、お前ら、アナル好きだな、おい。どんなアナルしてんだ、お前ら。聞かせろ、お前、ひらこ。どんなアナルしてんだ、お前。僕のアナルは、あは、耳かっぽじてよく聞け。俺のアナルはまだまだまっさら、何も書かれてないカンバスのようさ。お前のような小汚いアナルとわけが違うんだ。いいか、道端に死んでるモグラの死体をよく見てみな。有吉、お前もいつかああなる。いや、クソの出し入ればっかりしやがってよ。ああ、クソ出してるだけか、お前のアナルは。役立たずのアナルだな、おい。いや、新妻かましてやるな。いや、お前のアナルよりは全然いいぜ。俺のアナルの方が綺麗。お前汚い。俺のアナルいい匂い。お前のアナル臭い。絶対俺のアナルに勝るものはなし。アナルいい匂いするのはな、そういう職業の女だけだ、バカ。いや、そういう職業。ちょっとアナルよ、アナル麻痺させる塗り薬塗ってな、それと共にな、ちょっといい香りのオイルみたいなの塗ってるからな。薬なんか塗らなくても、俺の。女の人は、そういう匂いがするときあるけどな、普通の男も女もな、アナルっていうのは臭いもんだよ。上のアナルから喋んな、せめて下のアナルで喋ってみろ。よ、雄弁なアナルだ。おい、俺のな、上のアナルはな、クソ出し入れしてる。ラップどこ行ったんだよ、ラップ。有吉最高、俺は応援してるぜ。有吉最高、有吉こそ神。私加山も認める有吉。え、本当に最高、有吉すごい最高だぜ。なあチンペ、最高だ。猿は吹雪の海や、俺は海、海よ、海よ、
その大きな愛で、サライの夜に海包み、甲子園丸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 、甲子園祭。俺の銀玉に喋るぞ、今から聞いてろ。イエーイ。こんにちは。ヒント言ったんですけどもね、ヒップホッパーのコーナーでございます。はい、リスナーのライムにフリースタイルで対応しております。はい、はいはい、じゃあ私平子の方から参ります。ラジオネーム三平、ヘイヨドッジボールフェイスの有吉、有吉のムケチンピーはまるで腐った芋ケンピ、チンプなチンポとクセ尻、アナルをいじってすぐビンビン、アダルト動画でシコピューピュー、有吉の母ちゃん聞いてっか、オタクの坊ちゃんアンパンズラ、幼い頃は可愛かった、今じゃむくんだ玉金ズラ、ヨウ。ちょっとひどいわ本当に。どんだけどんだけ本当に、どんだけよ本当に、そんなひどいことばっかり言ってえ、本当にどうですか、どうですか、どんだけ、うん、だけどうですか、どん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 すか、だいぶ板についてきたな。聞いてました？どんたこす、きんたこすって。読めよ、兄さん。いきます。ラジオネーム、イーグル。ラジオネーム、きんたこす。いや、きんたこす、イーグル。全然違うじゃん。有吉イエイ。広島広島うるせえぜ、足腰鍛えてないから20キロしか歩けねえ、有吉にかますぜパイルドライバー、アナルにぶち込むぜバイブと刃、切り離せないぜバイクとライダーっていうか似合うぜお前のズル向けチンコ、ズル向けかどうかは知らねえがイエ、食いちぎるぜ有吉のチンコ、イボキープオン、有吉出血多量で死亡インハンゾーモン、貼っておけチンコに絆創膏、ヨー。ちょっと下手だな下手だな、おい、ラップ知らないんじゃない、ラップ全然。いや、聞いてる、そいつのライム、ライム、うん、感じてるぜ、ライム、ライムサワー、そのライムじゃない、ライムサワー歌う、そのそのライムじゃなくて聞いて感じて読んでる、ライムスター歌丸だろ。そうですね、あの人ちゃんとしたラップの人だろ。そうですね、うん、でもこいつのライムを俺感じて読んでるから、そこはもうしっかりと受け取ってほしい。何を、あ、感情とか、ライム3分の1の順序、順序な感情、いや順序な感情じゃなくて感情奉行にお任せあれ。今のモノマネ俺自分史上最強。うん、初めてじゃないなって思いましたよ。感情無用にお任せあれ。いきますか。いや、ラップのコーナーですね。ラップってね、自由なもんだから、まあ、そうですね。そうですね。そうですよ。うん、ラジオネーム大丈夫を気取ってます、FM 群馬。この前はディスってごめんなさい、お詫びに有吉の好きなお寿司を振る舞う、まずはマグロだ沢尻エリカ、有吉大好き極上マグロ、お次はイカだぜ鈴木フック、福くんマジでいいかくさそう、最後はカレーだミノモンタ、くっさいくっさいカレー臭、でも一番マグロは有吉ひろゆき、一番イカ臭いのも有吉ひろゆき、一番カレー臭きついのも有吉ひろゆき、それが顔面お稲荷フェイス有吉ひろゆき、よなんだよ、上手にやってお前、他の俺をディスってこい、他の人に迷惑かかるだろう、俺もう本当にそれ嫌だから、俺が自分一人どんなに傷つくのもいいけど、他の人が傷つくのも本当に嫌だから、優しい、そこにあるのはラブだから、ラブ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 ワンラブワントゥラブワントゥラブスリーラブラブキンタどうですかすか、ドドスカスカ、ドスカドスカでドドスカスカ、ドドドドスカ、うん、
ドロスコちょうだい。ドドドドドですか。どうですよ。どうですか。どうなんですか。いいですよ。はい、ドロスコ。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 チンポ。チンポ自由に。いきます。ラジオネーム、ビワランプも進化してきたな。そろそろヒップホップのコーナーは今年いっぱいだな。俺の中のブームが終わっちまうわ。もう冷めてきてからね。うまくできないからやっぱり難しい、ね、好きになれないよ。そうですね。最後カラスの声になっちゃいましたからね。ね、明けガラスみたいな。いけ。ラジオネーム、美は乱調にあり。Hey yo、 よく聞け ED、 イボチンコ。お前の顔面ゾウリムシ。カビてる金玉ガンモドキ。ゆるゆるアナルはイソギンチャク。お前の人生豚のクソ。でもお前が一番面白い。お前が一番センスある。テレビ、お前がテレビに出てる時は必ず見るし応援してる。でもお前の顔面緑虫。お前の人生イカのクソ。飲み屋の店員嫌ってる。服屋の店員笑ってる。コンビニ店員無視してる。ファッションヘルスの厄介者。YO! ファッションヘルスに豚のクソ投げ込むぜ。捕まるぜ。飛び降りて死んでやれ。有吉最高、俺は応援してるぜ。有吉最高、有吉こそ神。私加山も認める有吉。本当に最高、有吉すごい、最高だぜ。なあチンペ、最高だ。シャルラー吹雪の海や、俺は海、海よ、海よ、その大きな愛でサライのように海包み、クッションマル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 、クッションサイ。俺の金玉に喋るぞ、今から聞いてろ。イエイ、こんにちは。スネイナイトドリーマー。まあこれ聞けるのも今日でな。そうですね。いや残念、本当に残念です。また来週。いや、じゃあまあ辻くんちょっとやってもらわなきゃいけないですけどね。でもさあ、ラップヒップホッパーでございます。はい、さあやりましょう。はい、じゃあ私平子から参ります。はい、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。うん、すげえ奴にはすげえ奴が集まる。クソな奴にはクソが集まる。だったら有吉はどうだろうか。声汚い金なし安田。ヒゲ殺人鬼石沢。オタクでクソキモい松崎。つまらねえゴミ西堀。殴りたくなる顔の山本。粗大ゴミ金木よ。あんたの周りクソばっかじゃねえか。イコール有吉もクソなのさ。クソ同士仲良くトイレの水に流されてんな。ああ。ついに広げてきた。全員集合しましたね。俺だけじゃあれだから、まあ、しょうがないんだ。これはもう返す言葉もねえよ。まさにクソばっかりだからね。はい、はい、今いきます。ラジオネーム、ポリベリー。有吉はいちいちうるさい。有吉は黙ってろ。でも平子はもっとうざい。平子は喋りが鼻につく。平子はさらにつまらない。平子は体がでかいだけ。平子は態度がでかい。平子は賞レースで結果残せない。平子は無駄に気取ってる。平子はつまらない人間。平子はサンドリ一生出るな。イエーイ。ヨー、ほら、これ、これ何すかこれ。いやだろ、めちゃめちゃすげえやで。俺、平子になってますね。俺なんか
やだ。俺なんかもうずっとこれやられてんのよ。よく耐えれますね。本当だ。俺やめちゃうかも。やめるよ、ほんとに。他にもいろいろ、やっぱり幅広げてきたのに。そうですね。そろそろ。もう一回行こうか、じゃあ開こう。はい、行きますか。大丈夫だっけ。気悪いな。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。うん、コロッケファッションセンスはクソ、荒川よしよし玉金顔、笑顔が汚いリカコ、変顔笑えないリリコ、そいつらを上回る男、それが有吉弘行だぞ。ファッションセンスコロッケ以下、玉金顔荒川よしよし以上、笑顔の汚さリカコ以上、変顔のつまらなさ リリコ以上、私生活はいつも底辺ドロヌマハオ。ひどい。俺以外もバカにされてっからまあいいけどな。いろんな人に飛び引いちゃったもん。いい、行けじゃあニーズマン。はい、行きます。ラジオネーム、美は乱調にあり、バーカバーカ有吉バーカ、お前の前世は犬のクソ、野犬が食ったゴキブリと死んだタヌキの金玉と道に生えてる雑草を合わせて出てきた犬のクソ、バーカバーカ有吉バーカ、お前の来世はジジイのションベン、ジジイが飲んだ鬼殺しくっせえくっせえ鬼殺し、前日にしこったタンパクと合わせて出てきた黄色いションベン、バーカバーカ有吉バーカ、ジジイのションベンのクソ、サムの脳みそバーバーね、豚のチンカスゴミクソ野郎。エンジェル上げとけよ、そいつじゃ。まずバカじゃないよ。バカバカに言うのしょんべんって。ひどすぎるだろ。ひどいや。こんなもんか、ラップって。本当にひどい。もう進化系だな。どっか。はい、今日しょんべんばっかりじゃないか。あーやめだ、正面伸びて、わーかわーか言う正面だめだ、豚の金玉ババアのヘイですからね。本場のラップ麻薬してもこんなひどいこと言ってないと思うよ、言ってないよな、だって内容がないよ、だっていや、なんだの腹立つわ。まだあるの？まあ、あります、まあ、ラジオネーム東大志望の浪人生、金玉ずらした汚え顔面、性病まみれの汚えポコチン、何でも入れちゃうアナルマン、口を開けばセックス自慢、だけど本当は童貞有吉、寝言は寝ていえ童貞まんじゅう。何されたんだよ。なんでそんな人の悪口ばっかり言うの、この人たちは。そうですね。そんな乱暴者ばっかりなの。呆れてるよ、俺、はっきり言って。先生じゃないんだよ。めっちゃ呆れてます。バカにされてる先生じゃんって。先生を装ってんだけど、唇震えてね。俺、全然怒ってなかったから。悲しいな。めちゃめちゃ唇震えてる先生じゃん、ほんとに。いやー、ほんとに。今急に思い出したな、でも武田鉄矢の、なんだっけな、黄色いオランウータン緑のキツネと、赤いタヌキと緑のキツネと、黄色いオランウータンっていう、誰かのメールの、武田鉄矢先生の話したら思い出して笑っちゃったら、あんな面白いことね。ひどいな。いつもあるの？はい、あります。ラジオネーム、イーグル、イーグル様、ヨーヨー有吉ヨー、今からお前を公開処刑、俺なら揉むぜ、おっぱい童貞、お前はしこった後にファークライ、有吉の精液あ臭い、有吉の尿道に突き刺す七不思、お前の生き顔まるで生首、勘定奉行も刀で一トン両断、有吉に叩き込むボディーブロー、イエーゴー。めちゃめちゃ無理してんじゃねえか。ウィキペディア見ながらやってんだから、ね、どういうこと書けばいいのかな、必死じゃない。もういい、以上。さあ続いてのこのヒップホッパーですけども、まあ先月の、
ラップバトルがいろいろとたまりましたので、はい、またちょっとディレクターズの方がまとめてくれてるようなので聞いていっていいのかな。じゃあまずは先月のラップバトルまとめました。俺の名前はチンプリ、ズル向け真面目チンプリ、寒い日はカムロよチンプリ、年がら年中ズル向けチンプリ。お前らの嫁さんに見せてやりたい俺のチンプリ。よよよ、真由美の前じゃダラダラしなだれただけの有吉のチンプリ。よお前の嫁さんじゃ確かに勃起しねえかもな俺のチンプリ。有吉の汚ねえくせえチンポ、うちの真由美の前で音出してみろ。イン高円寺怖くなかったら来てみやがる。阿波踊りの時にお前の嫁さんに俺のチンピを触らせてやるぜ。同じチンピなら触らなきゃ。阿波踊りの最中うちの嫁にチンピ触らしてみろ。きっとちょっと小さめの蚊が手に止まったぐらいの感触だろうが、腐れ有吉のチンピ。高円寺のな阿波踊りが終わったら下北の天狗祭り来い。全員の天狗の鼻でお前天狗のチンピだな。お前の嫁さんだ昇天させてやるぜチンピ。さあもうこれはもうフルもうほぼほぼノーカットめちゃかっこよかったっすね。今回の本当にマジでただかっこいいです。そうそう ねすごいマジでなんていうのハリウッドとかのさ結構前衛的な精神的なさ、うん、チャレンジングな監督が撮ったギャング映画の中のワンシーンみたいだった。確かに本当ギャング映画みたいだった、ね、マジでチンピーって言ってましたからね、うん、やべえあんなかっこよくなるんすね。こういうこともできるってこと。マジっすか。あマジで。いつもなんかダラダラ笑ってるだけじゃないから。こういうこともできるから。幅広いですね。うん。マジでこれギャングスターだろ。ほんとこれギャングスターだよこれ。チンピーとかマジでやばいよ。マジで。今本当に、あれだろう、もうアメリカの超危険な場所が頭に浮かんでたんじゃない今のやり取り聞いて。LA とか。そうですね。そういうとこ。薄暗い。ピストル持ってる。ダウンタウンの子があって。そういうことなんだよなぁ。怖いなぁ、これ怖いね。あの曲聴いてからだからもう有吉さんめちゃくちゃ。そうだな。はい。やっぱりだ。いや、目がね、もう。うん。チャンピオンの T シャツ着てそうだろ。それはちょっとわかんないんですけど T シャツ、まあ、ギャングのイメージじゃないから全然ちょっと危ないですね、今ね、ちょっとアスリートみたいな。お前らアンダーアーマーだろ、どうせアンダーアーマーだよ、全然怖くないそうですか。やるよ、はい、どうぞ。じゃあ、私から行きましょうか、はい、できんのジジイにちょっと頑張ってやってみます。行ってみますよ。ラジオネーム、グドンナグドン。わぁ、アナルが喋ったぞ。なんだよ、よく見りゃ有吉じゃん。わぁ、アナルが歌ってるぞ。なんだよ、こいつも有吉だぞ。あれ、アナルが飯食ってるぞ。なんだよ、有吉のアナルじゃん。よぉ全然ラップじゃねえから。あ、そうですか。こういう感じでちょっと。ちょ、ラップじゃないんじゃない？なんかまた特殊な。特殊な。ちょっとリズム感が悪い。リズム感が悪いってことなんかラップっぽくない。おじさんのラップだな。そうなんかクソジジイの。ちょっとおじさん。クソジジイのラップだな。51歳なんで。なんか。わぁがもうちょっとなんか。わぁびっくりしちゃいました、僕。あ、そう。はい。一度だけでも、わぁ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 。そっちの感じですか。いいよ、まぁ、あ、ちょっと。もうちょっと。うん、まぁ、あ、もう気持ちで、はい、気持ちで。気持ちはついてって。はい。ラジオネーム、イーグルさんですね。いや、ハローワークから送るこのライン。有吉、有吉お金ください。毎今月マジでやべえ。仕送り止めやがったクソ親ハゲ。滞納してるぜ、家賃。有吉に頼るぜ、これを機に。そろそろ止められる光熱費。天井から吊るしてくるぜ、ワッカ。俺の周り金くれないケチ、バカ。有吉、有吉お金ください。Please, money, money. Please, money, money. Yo! まずはお前字が読めないから。ちょっと、言葉だからね、ラップは、はい。ちょっとやっぱそこをちょっと、インフルム踏んでんのか踏んでないか分からなくなるからね。そうですね。ちょっとそこは。まあ、一生懸命頑張ったんですけど。うん。今日は何を万引きしたんだい。
いや、いや、やってないけど、うん。いや、ヨーグルト。やっぱお前やっぱ古いのがさ、やっぱりなんか、ステレオタイプっていうのがさ、イエーイとか、いや、いやってさ、間を埋めすぎだと俺は思ってんのよ。はあ、なんか、イエーイとか、なんかそれ、いやはいけないですね。なんかそれってさ、すげえ嫌だなと思うんだよな。はあ、本当ですか？みたいな感じで。うん、と一緒だから。はあ、まあでも、まあまあ、ヨー最初だからね。ん？ヨー、イエー禁止。いや別に禁止じゃねえけどな。はい。ねえ、従順に従っただけなんですよ。まずお前みたいなジジイはもうこの世界からあの消えてほしいしな、ラップ界から。ラップ界。そうですね。うん。いやでもまあこのお前矢沢ばっかり聞いてんだろっていう話で。ええ。乗っているぜ。はあはあ。フラッグブローレイ。いくぞいくぞいくぞ。行くね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 。最高最高そばしまい。ガッチュガッチュガッチュですか。そっちの方がいいですもん。言ってますかこれ。うん。まあ一応。別に無理して背伸びしてラップする必要ないからね。はい。まあでも一応このね。もっと A ちゃんみたいに別におじさんたち頑張るぞ頑張るぞ頑張る、行くね行くね行くねと思わないと。行くぞ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 、カモのワギシェル見るワギ。これ A ちゃん。何見るワギ。いや A ちゃんが必ず言うんですよ。あそう。はい。なんだろう。ワギフェチなんですか A ちゃんって。いやあの英語です。俺はあいつの見るわき。これはなんかいいんですよね。じゃあマキノ。はい。ラジオネームラッパーザキバチョフさん。うん。またこいつか、ね、しつこいな。有吉毎回繰り出すひどいアンサー。そんなんじゃ誰も認めねえわ。ラップできないただのボンクラ。舐められっぱなしだぜあんた。だから返してくれすごいアンサー。今から俺がディスるから出してくれよ最高のカウンター。じゃあディスをかまなかましてやるわ。無人島に持っていくものなんですか。よ、俺が無人島に持っていくものはただ一つ、ただ一つだ、乾パン。俺の名前はチンピ、ズル向け真面目チンピ、寒い日はかむろよチンピ、年がら年中ズル向けチンピ。お前らの嫁さんに見せてやりたい俺のチンピ。よよよ、真由美の前じゃダラダラしなだれただけの有吉のチンピよ。お前の嫁さんじゃ確かに勃起しねえかもな俺のチンピ。ある日の汚ねえくせえチンポ、うちの真由美の前で音出してみろ。イン高円寺怖くなかったら来てみやがる。阿波踊りの時にお前の嫁さんに俺のチンピを触らせてやるぜ。同じチンピなら触らなきゃ。そうそう、阿波踊りの最中うちの嫁にチンピ触らしてみろ。きっとちょっと小さめの蚊が手に止まったぐらいの感触だろうが、腐れ有吉のチンピ。高円寺のな阿波踊りが終わったら下北の天狗祭り来い。全員の天狗の鼻でお前天狗のチンピだな。お前の嫁さんな昇天させてやるぜチンピ。この後ですよね、7人が殺されたこれきっかけね、バババーバーンと。もうこれタランティーノが映画化してました、ね、すごいな。さあヒップホップをやりましょう。はい、どうぞ。はい、じゃあ私からいきましょうか、はい。ラジオネームラッパーザキバチョフ。またこいつかよ、ずっと必要に俺のこと狙ってくんだ、はい、こいつ、はい、こいつだけ絶対許さないバカがよ。始まってる始まってる。いいですか。いいですかじゃねえんでやれよバカ。老眼じじい。老眼鏡。一ついいですか。老眼鏡。有吉いろいろ持ってるぜ手札。どんな時でも出せるで切り札。だから有吉を要チェックしてな。今からその札言ってくわ。顔が薄汚れて死んだ面。汚い汚いアナルガバガバ。ファッションセンスクソいかん。カレー臭で全身マジ草。ともいなくてこの確定さ。この五つの手札はどうだ。まさにダメ人間のロイヤルストレッシュフラッシュだ。よ
マジでラップできないならやんな方がいいよ、マジで。もう聞くに耐えない、ちょっと声もちょっと変に変えてるし。あ、そうですか。ちょっとラッパーザキバチョフ、いや俺ラッパーザキバチョフいつもディスってくるから嫌いだけど、ちょっとやっぱ同情するわ、ノッチさんに読まれてるのがかわいそすぎるわ。ちょっとタイミングが。あ、そうですね。ちょっと A ちゃんっぽく、 A ちゃん風でやってみたら、 A ちゃんの曲に乗せて。あ、そうですか、行きましょうか。やってみてよ。有吉いろいろ持ってるぜ手札、どんなに時でも出せるで切り札、オッケー。だから有吉をよーチェックしてな、カム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 ラキロー。今からその札やめろもう。あ、そうそうそう、A ちゃんになってましたね。よかったですよ、A ちゃんになってましたじゃないんですよ。そうですか。歌に乗せてない。乗せてない。なんか今ある曲でなんか乗せてみてくれない？今ある曲で、有吉いろいろ持ってるぜ手札。それ何の曲？え、オリジナル？いや、矢沢永吉。なんて曲？ロックユー。もっと俺らが、俺らが知ってる歌で載せてくれない？今の歌っていいから、うん、今のエイちゃんの歌なの。ラッキュー、ラッキュー、意味がないぜ、そんなもんだろう。どんだけ、どんだけ。ごめんなさい、本当にね、ラッパー系だけ。はい、ラジオネーム、ビワランチョーニアリさん。ねえよ、バカ。ヘイヨー、有吉のポコチンは、先っちょがズルむけで、黒ずんでくっさくて、立たなくて恥ずかしい。有吉のアナルは、ガバガバで毛がボボ、黒ずんでくっさくて、クソまみれ恥ずかしい。有吉の、しけたツラ、テカってて目が死んでる、スキッパでくっさくて出せつら恥ずかしい。有吉の私服はダサくて安っぽくて無難に逃げててくっさくてオカマみたい恥ずかしい。有吉の人生はモテなくて虚しくて寂しくてくっさくて女や後輩から嫌われてる。うんこ踏み、ドブ落ち、ゲロ吐いてクソ漏らし、犬に噛み殺されて恥ずかしい。YO!もう北朝鮮の放送じゃないんだからさ。はい、全然ラップになってないから。なってません。有吉そんなサンダル有吉、そうなってました。サンダル有吉さんだって言ってるだけだろ。本当ですか。全然ラップいや、なかなか難しいですよこれ。ただ声だけちょっとそんななんか重めにしてさ、はい、ちょっと、はい、全然よ。もうこのコーナーもうまあ今年で終わるけどね。はい、はい、年内で終わるけど、それにしてもちょっとやっぱりひどすぎるわ。ちょっともう戦おうって気にならないよ、この二人と。あ、悪いけどちょっと、ね、別に二人と戦ってるわけじゃないけどね、はいはい、俺ぐらいのラッパーになると。え、あ、えとか言うなよ、クソがよ。いやちょっとこれダメだわ、ちょっとリズムになって。ダメですかね。いや、もっとなんかちょっとラップってなんかそのなんかちょっとギャングっぽい感じばっかり出してくるけど、うん、はい、別にいろんなラップあるからね。一個のスタイルばっかりやってくっけど、マジで。いや、なんかこんな感じかなと思って。こんな感じかなって言ってるのがもう古いのよ。今追いかけてねえから、お前ら。あ、そうっすかね。いや、全然ダメだ、お前ら。すいません。いや。おい。怒られてんのね、今。なんでよ、おいって。危ねえ。危ないっすね。これは。しっかりしろ。いや、はい、いやーじゃないんだよ。聞けよ。はいだろ。はい、怒られますよ。はい、いいよ、もうのっちさん、もうマキナはもう読ませない。のっち、はい、じゃあラジオネーム三平。おい、ちょっと血が出ちゃったよ、握りして。もっちゃん、もっちゃん、クソもっちゃんや、うんちが漏れちゃう、クソもっちゃん、ちょっ全部やる、クソもっちゃん、うんちを漏れしてすぐ食っちゃう、ラッケンローラー、これええじゃん、ちょっ全部や、これもっちゃん、42歳でモーニーマン、物専用のクンリマン。よ、いや、あのさ、俺が言いたいのはね、マジで言いたいのは、こんな時間でもリスナーを聞いてなきゃいけないのよ。え、あ、こんな感じですね、僕らの感じを。お前らのラップでも、はい、リスナーはもうちょっとだからっつって聞いてくれてんだよ。はい、かわいそうだろ。まあ一生懸命やってるんですよね、このラップ聞かされるリスナーが。はい。
坊ちゃん、坊ちゃん、クソ坊ちゃん。もう舐めてんのか、タイムすいません。あ、このハガキが。ハガキしてもらえ。何だ、坊ちゃん、坊ちゃん、クソ坊ちゃんって、お前怒られてる時何言ってんの、お前、さっきから。ごめんなさい。すいません。反省しようか、お前。いや。ダメですよ。俺の名前はチンピ、ズル向け真面目チンピ、寒い日はカムロよチンピ、年がら年中ズル向けチンピ。お前らの嫁さんに見せてやりたい俺のチンピ。よよよ、真由美の前じゃダラダラしなだれただけの有吉のチンピよ。お前の嫁さんじゃ確かに勃起しねえかもな俺のチンプ。ある日の汚ねえくせえチンポ、うちの真由美の前で音出してみろ。イン高円寺怖くなかったら来てみやがる。阿波踊りの時にお前の嫁さんに俺のチンピを触らせてやるぜ。同じチンピなら触らなきゃ。そうそう、阿波踊りの最中うちの嫁にチンピ触らしてみろ。きっとちょっと小さめの蚊が手に止まったぐらいの感触だろうが、腐れ有吉のチンピ。高円寺のな阿波踊りが終わったら下北の天狗祭り来い。全員の天狗の鼻でお前天狗のチンピだな。お前の嫁さんな昇天させてやるぜチンピ。この後平子が撃たれて死ぬんですよ。いやいや無言でね。はい、ヒップホッパーのコーナーです、ね。はい、ちょっとこれはお二人とも頑張ってください。はい、頑張ります。はい、行きます。見せ場ですから。はい、ちょっと行かないと。どうぞ。はい、はい、それでは私からいただきます。ラジオネームラッパーザギバチョフ。またこいつかよ。毎回毎回尿袋食わしてやろうかな。有吉に強烈なディスかまそうか。有吉がガタガタビビってな。つまらない喋りにつまらないゲイ、汚い顔に汚い嫁、受けずに結局猿のモノマネ、トライアスロンなんか誰も興味ねえ、生きてる価値が1ミリもねえ、クソつまらねえクソジジイ、まるで生きてる粗大ゴミ。そうだよ、おめえのことだ。ノッチ自分でチンコをもぎ取り、そのまま溶接道路に落ちて死んだろ。よ下手だな、いか。どうだ、自分のこと。はい、自分のことをバカにされて。いや、落ち込みますね。そうだろう。はい、毎回毎回俺はそんな気分だよ。ね、結構来ますね。どうでしょう。はい、でも結構的をついてるな、これ。汚い顔に汚い嫁。確かに。嫁に怒られる。いや、確かに。ともみに。まあ、僕の悪口言わなければ大丈夫です。逆逆、嫁の悪口は言っちゃダメじゃなくて。いや、全然です、大丈夫です。俺の悪口だけ言わなければ。いや、逆なんだよな。はい、牧野。はい、ラジオネームおゆさんですね。有吉にたくさん賞あげしょ。すいません、もう一回いきます。有吉にたくさん賞あげましょう。レコード大賞、新人賞、2001年出演番組最多賞、広島カープ優勝、風俗店の解禁賞、高橋真麻のセクハラ訴訟、推測ですが陰金でしょう。食べるものは B 級でしょう。寄ってくる人は金目当てでしょう。口の臭さを我慢してるでしょう。人気がなくなり見放すでしょう。今をせいぜい楽しみがいいでしょう。よお前はさ、はい、何が得意なの。いや、僕もわからないですね、もう。もう、映画じゃない。映画も全然出てこないし、何にも出てこないし。ラップもそうですね。できないですね。あれ、どんどん得意なもの減ってくな。そうだろ。はい。今日はでも、ちゃんと指摘してからあんま喋らなくなったから、すごくやりやすいよ、ラジオは。本当ですか。正直。すいませんでした。非常に今、やりやすいですよ。本当に。ね、今ちょっと久々にちょっと、んイラッとし始めた。あ、本当ですか。いや、すいません。またひどかったね。すいません。二人とも。すいません。あ、僕も。お前もだぞ。僕も。うん。はっ。どうしてちゃんとできないんだ、お二人ともラップが。ちょっとじゃあ他のテイストでやってみな。
ずっと同じこうビート、同じリズム刻んでっから。ちょっと違う感じでやってみな。は。ノッチ。は。イエーオッケーオッケーオッケー !A ちゃん、それ。はい。A ちゃんだったら。リズム変えてみなさいって言ってたけど、もうちょっと、はい。ラップにも種類があるでしょっていう。はい、どうぞ。Yo, yo, 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 yeah, 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 okay. こんな感じですか？やって読んでみな。はい、お願いします。ラジオネーム三平。君はフェイスがモンキーベイベー！クソボッチャー！サルガオの42歳！まんじゅうずらしていつも一人右手動かしてチンポをこすってシカ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 君はチンポくせイカ臭いよ穴にケツもいじるカムラワイサロミーワイカムどっちやそれは本当にそれ用に書いてくれたのそれ用に書いてくれたのあよかったねじゃあ ありがとうございます三平さん、うん、じゃあ、はい、やれそれやるあげるよのちさんに気使ってくれたから あんまり下手だからそののちさんに合わせてくれたの当て書きでありがとうございますすいませんはい本当に感謝です尿袋あげときましょう超臭いっす、うん、メール あげときましょう、はい、パンねパンパンはい、マギー、ちょっとはい、変わって感じでね。はい、変わった感じで。わ、はい、かりました。はい、ラジオネーム、イーグルさんですね。あーりよしー、あーりよしー、あーりよしーよー。あーりよしーよー、明日俺のライムとフロー。ちょっと待って。はい。それ、ラップじゃないって。わかるだろ？はい、わかりました。今、やり始めて。それ、ただの浜田翔吾だから。すいません。マルー難しい。ラップで、ラップが違うのやってみて。そうですよね。なんで浜田翔吾出てくるの？すいません。何種類がわからないですか。あれしかわからないんですよ。あれしかわからない。おかしいだろだって。すいません。フリースタイルダンジョン見てんだろだって。もうそうですね。いろんなのがあるだろあります。頼むよ。はい。どうぞ。もう一回。はい。ラジオネーム、イーグルさんです。ありよし、ありよし、ありよしよ。ありよしよはすん、俺のライムとフロー。ありよし、俺と一緒に入ろうぜ、フロー。あ、まずは洗ってやるぜ、その頭髪。俺のチンコで頭皮マッサージピタンピタンソロピタンピタン有吉へ届ける俺の熱いメッセージ背中飛ばすぜ擦るのはアルミタワシ背中ゴシゴシ熱い赤いボタン有吉ピカピカ仕上げるのはその汚ねチンコ90度のシャワーで熱湯ショーダー気づけば有吉死後硬直 YO! これはもう俺が謝っとこう全国皆さんしょっぱい試合してすいませんOre の名前はチンピズル向け真面目チンピ寒い日はカムロよチンピ年がら年中ズル向けチンピお前らの嫁さんに見せてやりたい俺のチンピヨヨヨ真由美の前じゃダラダラしなだれただけの有吉のチンピヨお前の嫁さんじゃ確かに勃起しねえかもな俺のチンピ有吉の汚ねえくせえチンポうちの真由美の前で音出してみろイン高円寺怖くなかったらしてみやがる阿波踊りの時にお前の嫁さんに俺のチンピを触らせてやるぜ同じチンピなら触らなきゃそうそう阿波踊りの最中うちの嫁にチンピ触らしてみろきっとちょっと小さめの蚊が手に止まったぐらいの感触だろうが腐れ有吉のチンピ高円寺のな阿波踊りが終わったら下北の天狗祭り来い全員の天狗の鼻でお前天狗のチンピだなお前の嫁さんな昇天させてやるぜチンピ
ちょっとよく聞いたら平子俺のこと呼び捨てにしてんな、ムカついてきた今更かね本当に霊能者の言うことだけは絶対に聞かないでくださいね、本当にね恨みとか思い残したら霊になるっつってね、いや本当に、はい、今頃人口より霊の方が多いじゃないか、本当に。いや本当だ、そうですね、はい、ね、幽霊渋滞するよ本当に、日本中、ね、世界中たら、はい、溢れちゃってる、どこに立つんだよお前、本当だ、今いる人より死んだ人の数多いんだから、思いとか恨みとか残って死んだ人が絶対そんなこと言うなよな、霊能者がよ、今日見えませんねじゃね、いつもいっぱいいるだろお前そこら辺中に、確かにバカがよ、なんだあいつら、どんな金の稼ぎ方してんだお前、興奮しないで。そうですね、コーナーだけ。はい、そうですね。読んでラップ。はい、じゃあ、お前ら、本当に下手だったな。はい、はい、すいません。今回はビシッと、はい、練習します。頼むよ。はい。私から。頼むよ。はい。いきましょう、いきます。ラジオネーム、三平。俺はまんじゅう、フェスの中年だ。いつもどこでもオナニー飛ばす座面そこらにビュービュービュー、いつも楽屋がイケ臭い、いくら吠えて挑もうよ見ろよ俺のムケチンポカモンカモンカモンレッツゴーバキンドーヨーラップじゃないじゃん、 A ちゃんじゃん、あ一応あの黒く塗りつぶせ替え歌って書いて、替え歌やるなよ勝手に三平とノッチは、すいません、ラップのコーナーだろ、はい、フリースタイル、はい、ラップやってんだよ、すいません、なんでキメキメ A ちゃん歌謡曲やってんだよすいません、すいません、反省してねえな顔が、いや、すいません、俺はムケチン俺のムケチンじゃないのね、なんで A ちゃんで歌ったの今、ラップです、ラップのコーナーなのにラップじゃないじゃんだってそうですね、 それが黒く塗りつぶせで、うん、ちょっと書いてやまして、俺はマジュフェイスの中年やめろお前、何おい、はい、何回やってんだお前マキノ、はい、ラジオネームグドンナグドン、よ太田プロからやってきた鼻なし、落ちなし、取り柄なし、まともな相槌打てないし、ツイッターフォロワー100人台、映画知識はリリコ以下、ゴミクズ底辺芸人代表、それがお前だ、巻きぐそ巻きの。YO! 当たり前だろ、お前。これぐらいディスられて、当然だよ、お前。びっくりしました、俺これ見て。いや、それはそうだよ。愛だよ、それ。でも、やっぱ悲しいですね。見ると、いや悲しいだろ、はい、俺いつもそれ受け止めてんだから、ね、はっきり言うけど、いや寂しいな、いやでも今日はいいよ調子、本当ですか、ちょっとあのリップスライムのスーさんを意識して、いやじゃラップがじゃないよ、え違うんすか、アシスタントぶりが、ああはい、今日はあの静かだし、はい、最新の注意を払ってやってます、今日はいいです、今日はまあ52点超えてます、あほんと52点52点。そうですね。いや、考えられない、先週から比べたら。金清3点。岡本まり、岡本まり6点。牧野、今日の牧野は52点。ああ、よっか。平均レベル以上だよ。ノッチ。はい。0点うわぁまさかの、まさかの、早め新記録。階段話でわーっていうタモリさんじゃないですか。いいとものラップ、はい、読みなさい、ラジオネームラッパーザキバシ、またこいつかクソ野郎有吉はブサイクだブサイ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 ともいないはあはあ手際ばかりはあはあ余白おいおいおい
全身汚い汚い女性犠牲欲異常さうんこ臭いクソじじいまんじゅうまんじゅうまんじゅうキモい臭いギウソじじいあかもらわぎさのベロわぎわがよのちさん、はい、何してんのラップだよ今の A ちゃんじゃない、ほぼちょっとこのカッコハハって書いてるカッコハハカッコハハでヨーヨーみたいなもんじゃないのいやカッコハハからハハなってんでそれこはちょっと元気よく行こうと思ったらそしたらど何になっちゃったのだからやっぱりヤサはアリヨシはクソジジイおいおいおい気持ちよくなるな人の悪口ですいません今のは反省しますいやダメよ A ちゃんそうですねはいマキオはい、ラジオネームインダスノリオマキノは笑いのど素人ラジオの進行邪魔すんなクソ野郎巻き巻き巻きのは巻きぐそうんこくっせえくっせえ巻きぐそうんこ巻き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 ぐそうんこトイレに流れてさよならあばよよどうだ自分で自分のディスするほんとこんな悲しいことあるんだっていやいやいや53でだよ今日これがそうですねこれがリスナーからの答えだよというわけでした。俺の名前はチンピズル向け真面目チンピ寒い日はカムロよチンピ年がら年中ズル向けチンピお前らの嫁さんに見せてやりたい俺のチンピよいよいよ真由美の前じゃダラダラしなだれただけの有吉のチンピよお前の嫁さんじゃ確かに勃起しねえかもな俺のチンピ有吉の汚ねえくせえチンポうちの真由美の前で音出してみろイン高円寺怖くなかったら来てみやがる阿波踊りの時にお前の嫁さんに俺のチンピを触らせてやるぜ同じチンピーなら触らなきゃそうかも阿波踊りの最中うちの嫁にチンピー触らしてみろきっとちょっと小さめの蚊が手に止まったぐらいの感触だろうが腐れ有吉のチンピー高円寺のな阿波踊りが終わったら下北の天狗祭り来い全員の天狗の鼻でお前天狗のチンピーだなお前の嫁さんな昇天させてやるぜチンピーさあということでこのね、ラップも聞き納めというまあちょっと年末ぐらいはちょっとあるかもしれないですねレコード対象的なラップ対象的なねどれのラップが一番良かったのかとか、ね、まあ辻君の仕事が増えますからちょっとまあちょっと年末だしね忙しいから大変でしょうけど、はい、ちょっと尿袋食べさせてちょっとスタミナつけバッチリスタミナつきますからね尿袋は尿袋食べればね24時間寝ないでもいけるっていうから、ね、いけますね軽く軽く尿パワーで尿パワーでね尿素配合みたいに言わないでよヒップホッパーですねはいまあこれももうそろそろ終わりますんではいそうですかはい皆さんどうぞ、はい、私からいただきますいただきますいかしていただきます、はいラジオネームラッパーザキバジョクまたこいつかよいつもいつもよバカ野郎君はマジュフェイス汚い顔おい宙を酔ってる目と鼻と口性欲異常イカれてるよ女装して勃起してる一人ぼっちいつも有吉幸せこないのなななファッションひどいコロッケ並み私生活底辺泥沼人生カモなワギシャロメロワゲカモなワギシャロメロワゲおいキャッチお前なんだそれキャッチおいガチョじゃないんだお前聞いてんのかお前ガチョ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 じゃない聞きなさい話をワッケンローおいワッケンローノーチさんはいそれラップじゃないでしょ、はい、君はファンキーモンキーベイベーでしょそれこう書いてますよねファンキーモンキーベイビーの替え歌替え歌じゃない
替え歌やっちゃダメなんだ。あ、替え歌ラップのコーナーだから。あ、そうですか。ちょっとラップ調でやってみてよ、ちゃんとフリーラップで。フリーラップでちゃんと。はい。君はマジフェイス汚い顔中を酔ってるだから。目と鼻と口性欲以上おい、イカれてるよ。女性どうした、どうした、どうしたね。いい加減しろ、ほんとに。マキノ。はい。ラジオネーム、股関節痛さん。おい、マキノ。やっとお前とお別れできるからせっせいしてるぜ。先鋭揃いのサンドリアシスタントの中でお前は格下の下痢芸人。パニーニ飯村と並んでダントツポンコツ。 M1 敗退おめでとう。これからのお前の人生に幸せという文字はない。出口のない真っ暗なトンネルをひたすら歩け。ゴミ食い泥の目、実家火事になれ、1万チャージのスイカなくせ、太田プロから独立に失敗しろ、そんで最後は一人ぼっちで突然死ね。それじゃあ1ヶ月お疲れさん。ヨこんなに怒ってたんすか。こんなに怒ってたんですか。よかったな。それがお前への通知表だよ。どうなんですか。こんなに怒ってなんて知らなかったらすいませんでした。いや、どうなんすか、気持ちは。本当に大変申し訳ないです。皆さんが楽しみにしてる時間を僕のせいで台無しにしてしまい。先週からずっと同じじゃないか。お前替え歌、お前自虐。すいません、すいません。何やってんだお前ら。本当ラップのコーナーやりたいんだぞ。はい、はい。来週だよ、来週からジングルなんて作れないだろ、あんな、お前、今日、平子とかと、新妻とやってるラップのような。何一つラップやんねえじゃないか、お前ら。反省してる？はい。次は絶対。じゃあもう一枚いけ。はい。ラストチャンスだぞ。はい。じゃあ、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。なんでまたラッパーザキバチョフなんだ、毎回。誰がチョイスしてるんですか？ブーサイ、クーサイ、アリヨシは、まんじゅうそっくりだぜ。毎日ゲームとおなりおちんがキモい。うんこ漏らしまくりちんこくさいキンダムクソシジイエーロッキンロール Thank you so much why。 ちょっと待って待って、何の歌なんだよ。わかんねえよ俺には。時間の止まれですね。時間の止まれって言っちゃダメだろ。いや書いてる。ラップやれっつってたから。あの汗を書いたからお願いしますっていうことで。どんな歌だっけ本物は。罪なやつさ、うん、アンパシフィック、うん、青く増える海、どうやら俺も好きだぜ。いやそれだろ、だろ、替え歌になってんじゃん。それじゃダメなんだよ。だからでもフリーでラップをしてんだから、ヨーヨー、分かりやすく言うとヨーヨーつって、はい、俺はお前のことが嫌いだぜつって、はい、やってんでしょ、はい、なんでその替え歌すんのよ。ちゃんと読んでラップみたいに、はい、深刻祭、金玉、クソじじい。いえ、あら、いい加減にしろ、お前、ほんとに。ロケンロー。ロケンローじゃないんだよ。いや、ここ入ってきて、僕じゃないんですよね。いい、もう、はい、相手にしない、お前なんて。俺がもうラップで返すっていうシステムはなくなってるよ、もう。説教ばっかりで。すいません。マギノ。はい。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフさん。またこいつかよ、こいつばっかじゃねえかよ。よ、喋れもしねえ、相づち打てねえ、コメントつまらねえ、サンドリに必要ねえ、お前は巻きぐそ以下つまらねえクソ芸人だ。だけど有吉がやった言葉狩り、その行為が功を奏し、それまでに比べりゃ改善、そして掴んだ52点、今後も謙虚にやってけよな、来年も期待してるさ。牧野はいいけど金清はダメだ、金清は実家帰ろ。帰れ、寿司屋でオナニーして一生引きこもってろ。ヨーなんで金清が止まっちゃってるの。人災害。お前らノッチも牧野も二人とももう出るな、二度とな。呼ばねえぜこのクソども。終わり。
さあ、というわけで続いてのコーナーはこちらのコーナーです。うん、はい、ヒップホッパーということでございまして、うん、リスナーのライムですね、フリースタイルで対応していくということでございますね、うん、はい、まあありますけども、はい、ちょっとメールも来てるんですよ。ほう、ラジオネーム嘘つきは童貞の始まり。あなたと私のアナルを一緒に燃やしてファイヤーなる。ラジオネームロマンシングサダFM 福井、はい、アナルで世界を飲み込む、それがこの俺だ、大田裕二。募集してないんですよ、もう。募集してない。え？募集してないんです。そんなことよりも、はい、先月のラップのダイジェスト、ラップ、うん、ほとんどやってないと思いますけど、ね、はい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 、ちょっとじゃあ聞いてもらおうか、はい、お願いします、はい。ブサイクだ、ブサイ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 ともいない、テレビはばかり、余白、おいおいおい、デッドシティングキッドラップやってんだ、臭い、クレイジーじゃん、マッチ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 、キモいジーじゃん、ヤカバのワイシャビのワイシャ、聞き合った話をワッケンロー、ええちゃんだろ、これ。だから、ラップじゃないから。いつもとテイスト違いますね。違いますよ。ラップ全然やんなかったんだもん。このコーナーの僕、大ファンで。そうですか。そうなんです。大好きなんですよ。ちょっと違うでしょ、だから、ね。めちゃくちゃ面白いんですけど、今回はちょっと違いましたね、テイストがね。ちょっとひどいね。はい。まあでももうそろそろ終わり近づいてますからね。え、そうなんですか？そうですよ。ラップできるやつがいないからね。あ、でも、そうか、ね。そう、意外と難しいんです。そうなんですよね。やりましょう、じゃあ。はい、じゃあ分かりました。行きましょう。ラジオネーム、ビワランチョウにあり。イエスウィーキャン、アリヨシは敏感、チンコ中に波、グラビアでハンダチ、シーの穴は柔軟、バットすら簡単、その姿まさにアナル界の一郎、略してアナロー、バイブ3000本、50まで現役、目指し穴国士、チンコ振り打法、ケツの穴ほじろう、無理しすぎてじろう、肛門に行こう、ボラギロールに塗ろう、広島に帰ろう、じろう治ったらローカルで復帰しよう、男気を見せよう、チンポ真っ黒だ、よう。悪役紹介の人が、文句言ってるだけだから、おい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 、アナル真っ黒に、お前、ちょっとな、さ、大部屋ばっかりでいられてよ、なんかいいな、主役様はよ、自分の楽屋があってよ、俺たちはもう、芸人40年と50年だっての、こんな大部屋、詰め込まれてよ、あ、食堂で飯食わされてよ、それで満足だって言ってんだろよ、あんたらどうせ京都の高い予定行ってんだろ、俺らもう仕事が終わっても、お前、その、お前、撮影所の前のコンビニでお前、缶ビール飲んでよ、わいわいわい言ってよ、明日も仕事だ、朝から早いわ、5時から来いって言われてるわ、おたくら昼からなあお越しになるんだからよ、そりゃ朝方まで飲んでも平気だろうけどよ、本当によ。じゃないんだから。じゃないんだからよ。長い。うずまさかね。長い。ツッコミのワードがめちゃめちゃ長い。湯水のように。返して、ライムで返してきましたね。ライムで返してきましたね、じゃないんだ、早く。読めよ、次。はい、行きましょう。ラジオネーム三平。Hey yo, ワッキーあるよし。おめえよ、なんだかんだ理由つけてラップでアンサーするのサボってんじゃねえよ。おめえよ、もしかしたらラップもできねえオカラッパーじゃねえの？リズム感も悪いしよ。言葉も出てこねえしよ。公園で野球少年捕まえてむちゃくちゃなアドバイスしてる気難しいクソジジイと一緒じゃねえかよ。よ。俺一番リズム感あるから。あ、そうですか。ライブで返してもらえると。とにかくとびきりの美少女さ、なぜその曲を、うかつに近寄れば感電し、なぜハイスキルララバイ
100% 片思い、ベビーサバネザーミネネズベイビーすごいね。なぜその歌をチョイス、リズム感、リズム感、あれだってテクノじゃん。あ、まあまあそうですね、リズム感あるぞってとこ見せたそうですか。じゃあ続いていきましょうか。エビは乱調にあり、ねえよ。今年のカープは強かった。だろうな。田中菊もあるから繋がる打線、新井とエルドーがホームラン、鈴木はめちゃめちゃ神いってる、有吉声ダメ落ちてしねえ。おい抜けた。なんだおい。穴埋めの村、沢村正代、ジョンソンは花は桜木、男は黒田、今村ジャクソン、中崎盤石、有吉ゴミクズ、単身のタミキン、尾形監督采配ズバリ、松田オーナーありがとう、有吉ションベン、ノラハゲネズミ、豚でしこって便所舐めてろよ。いや、安岡力也さんがさ、ちょっとエルビス・プレスリーに憧れすぎててさ、カッコつけてさ、歌うんだけどさ、エルビスの歌を、はいはいはい、でももう全然もう安岡力也丸出しのさおい、 いやそれ安岡じゃんっていうさ時じゃないんだから。長い長いっす。ウェンナグベルハンドクエレベンクリーン、ウェンナグベルハンドクホテテのロクンローじゃないんだから。ワード長いです。ワード長い。ラップじゃないから全然。もう一個ぐらい、もう一個ぐらい。いけんのちゃんと。ラジオネーム、ビワ乱調にあり。ねえよ。有吉に食わせるタンメンはねえ。便所で泣いてるコオロギ食ってろ。有吉ゴミ虫、クソ便所虫、ボットン便所のコオロギ食ってろ。ゴキブリ頭の芋虫チンコ、一生便所のコオロギ食ってろ。よひどいことばっけって、お前。俺死刑囚じゃねえんだからな。マジで。中世ヨーロッパだから魔女狩りで、なんか魔女でさ、繋がれてさ、街歩かされてるような感じじゃないんだぜ。街の人がいっぱい俺に罵声浴びせやがってよ。便所のコオロギ食ってろ、魔女がよような、なんかひどすぎない?もう、ラップの息超えてるじゃなくて。有吉は不細工だ。不細工、不細工、不細工ともいない。平和ばかり、余白、おいおいおい、フリースタイルのラップやってるんだ。うんこくさい、クレイさんじゃん。何時にやるんだよ。マッチマッチキモい、ラッカバのマゲシロピロマケ。ちょっと待って、聞き合うな話を。ラッケンロー。スデイナイトドリーマー。マジ腹立つなあいつ。佐藤。まあまとめちゃいましたからね。ちょっとやっぱで先週やっぱりちょっとここで本人聞いててさ、はい、やっぱちょっとやっぱりおかんが走るというかね、汚らしいラップだなと思ったわけ、安田さんのやつ。ああ、僕もはい聞いてて、ちょっとやっぱりなんかこのラジオとか聞いてるテレビ局の人がさ、はい、言ってきたよわざわざ。あ、そうですか。安田さんもちょっと耳痛かったですよ。気持ちは下手だなって。あ、そうですか。もうこれでも結構牧野と同じぐらいのランキングに牧野金木を安田だからね。これかなりやばいっすね。ちょっとお願いしますよ。だからちょっとでもなんかあれですよ、僕は逆に聞いてた時に、うん、まあ僕のラップは別としても、うんうん、有吉さんのラップはライムの回はすごく良かった、うんうん、そんなことねえ。だから、うん、ちょっとだからもうあれじゃね、もうちょっとだからもう終わるからさ、安田さんがあれでもいいけど、あれが、また来週から俺だよ。だから、最後俺、締めじゃないそろそろ。ん?もういろんなもん吸収したから。俺?いや、俺。うん。
俺がもう俺用のラップそろそろ送ってくれてもいいんじゃない？もう吸収したからみんなのラップを。はあ、ははあ、は。あ、アレさんがやるって。そういうことをもう一回だから。最初の頃全然ラップできなかったじゃん。俺小声ラッパーだっていう。そうですね。恥かかせられない、ね。はいはい。そうですね。でもう大丈夫でしょ。いろんなタイプのラップ聞いてきたから。はいはい。だから来週もしよかったら俺に読むラップ送ってよ。ああ、なるほどなるほど。わ、うん、かりました。今日は我慢するから。はい、ちょっとじゃあ。今日はもうノイズ。申し訳ないですけど。ノイズラップで。ノイズラップノラ仕事みたいな顔してよ。ヨーヨー黙れ、ノラ仕事。してろ、ノラ仕事。美は乱調にあり。ねえよ。ヘイヘイ燃える闘魂アントニオ猪木。音速の貴公子アイルトンセナ。人間山脈アンドル・ザ・ジャイアント。ジジイのゲリクソ有吉博之。パンツのクソ筋有吉博之、クソ食う節虫有吉博之、鼻クソ有吉博之、キングオブクソ有吉博之。なんだこのラップ。めちゃめちゃじゃないかお前。なんだ、ちょっと貸してみろ。いや最初にもうクソ食うっつってんだから、あとの鼻クソだよ、もう白クソなんてどうでもいいだろ。クソ食ってんだから順番が順番がね順番だよ順番がじゃないんだもん読めよ早くラジオネーム東北自動車道遠いなトランプ大統領誕生世界に衝撃与える出来事これから世界はどうなるのまんじゅう有吉ろくでなしトランプ大統領さんよ好き勝手やりたいだろうけどみんなの意見に耳傾けろズル向け有吉人でなしトランプ大統領頼むぞアメリカと世界の幸せのために一生懸命頑張れよ金玉有吉便所虫よっまた一本調子になってる下手だなお前めちゃめちゃ下手だなお経じゃないんだからお経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 片山お経片山右経お経片山右経下手なんだもうそれがいややっぱり一番下手なんじゃないひょっとしてヘイ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 じゃないヘイヘイじゃねえノラおいノラノラ仕事ノララッパーノララッパー平野ノラならぬお前ノラ仕事だよ本当にラッパーザキバチョフノラノラじゃないんだからまたラッパーザキバチョフかよまたこいつしつこく送ってくんな一番高木がルイに出て知らねえよ二番谷が送りバント三番井上タイムリー四番有吉キモい顔五番矢沢がクリーンヒット六番有吉臭いチンコ八番有吉エロサイト見るスマホ東京一人ぼっちの人生幸せが絶対来ない人生誰からも歓迎されない人生毎日オナニーとゲームの人生哀れな有吉42今後も有吉に不幸あれよ興奮してきてまた汚い声出てたよ一番下手だな今の燃えよドラゴンズの歌だろほとんど歌詞はなんで4番有吉が何してた4番有吉は4番有吉キモい顔なんだそれいかがにしろ本当に毎回毎回顔だファッションだ口が癖だチンコが汚いだそいつも本当にどういう教育受けてきたのあなたたち本当にどういう風になってそんなになんのまあペンシルバニア大学出身だけどねトランプさんもまあいい教育受けてるけどねいい教育受けてもそうなるけどねうんどうぞ最高最高のライム最高じゃない最高のライムうるせえね野良仕事だよ本当に野良野良っつってお前お昼におにぎり食ってろバカ麦茶とどんどんライム返してきた弟子の正彦ライムなんて知らねえだろお前野良仕事しかしてねえんだからよお前どこでお前よし行くぞだろお前お前のラップは弟子の正彦ほらこんな村嫌だだろ有吉のチンコはチンカスまみれ有吉のそれもうよし行くぞだから有吉のチンコはチンカスまみれ有吉のアナルはうんかすだらけ臭い臭いとっても臭い汚い汚い汚い
北沢剛、洗ってるつもりで強し、洗ってるつもりで全然洗えてない、100回洗い直した方がいいぜ北沢強し。よー。いやこれはダメだな、ひどいのしか来れないな。いやもうちょっとだからもうそういうことだよ。ちょっと来週は私有吉がついにやっぱベール脱ぐというか武者修行してきましたから、こうやってディスられディスられ我慢して鬱屈したものが溜まってますから、ついにちょっとあの自由なラップ送ってきてください。これはいいですね、送りがいありますね。これ頼むぜノラ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 だ。スネイナイトドリーマーライブハハブサイクだ、ハハブサイね、ブサイブサイブサイともいない、ハハ手はばかりロープじゃないじゃん、余白おいおいおい絶対に聞きたい、フリースタイルのラップやってんだ、文句くさい、クレーちゃんやん、ラケンロールスネイナイトドリーマー、一回佐藤ぶん殴らなきゃ気が済まないロックンロールつってさあ、ということで私有吉のラップのコーナーでございます。はい、ヒップホーパーでございますね。武者修行果たしまして、はい、今週から、有吉さんが、はい、ヒップあの、うん、ラップをするとフリースタイルで、うん、ということでございますね。いえは、いいですね。おい おいはいはい、ああよう、ああよう、よう、よう、おい、ライブで返してこないですね、なんかすぐね、タッチワークできてないそうですよ。そんなことじゃ困るぜ、よう、うんじゃないんだよ、便利だな、便利だな。じゃあ行こうか、はい、お願いします。よし行くぞ、よし行くぞーい、こんばんはー、はい、こんばんはー。こんばんは、よよし全然チームワークが取れてない、急に投げられて慌ててるもんだって向こうがよしよし、おいお前らにな、あの言葉、おい、あ、ほい、あの言葉言ってやれ、あの言葉、ほら Don't forget、 よしよしやれんだよラジオネームラッパーズギバチョフ、待って行ってこねえ、じゃあ日本の俺は日本、待ってちょっと俺に権力届き持ってる権力、はい、俺は日本の大統領圧倒的に持ってる権力、安田の家の周りを壁で囲め、安田の税金を 80% に繰り上げる、安田の代わりにな、カス人間という野球を手入れて、安田のアナルにアナコンダ入れて、安田の家もう安せ、安田の人生不幸せ、これこそが俺のマニフェスト、安田が不幸せになる こと、それがこそが俺の希望だ、よ最後だけじゃん、最後だけちょっとで、ね、小声じゃない、またこれだけ武者修行を終えて、下手なんだこいつら、武者人のせい、人のせい、美は乱調にあり、あらまた引き出しの風俗レポート、あらまたひろしがまたおっぴろげげ、女王のまた見て、あらまたすごい世界ひろしと探してみてもこれほどすごいまた毛はいない、荒又博士の玉荒ぶってまら当てがったらたまらず射精
よ。いやこれラップじゃない、内容がひどいから、内容がひどいから、内容がひどいから、内容じゃないよ、なんてひどいじゃないこれ、内容が全然言えないよ俺のこと、あれおかしいな全然言えないじゃん。ちょっともう一枚だけやってみようかな、ちょっと待って、なんだこれ、ラジオネームラッパーだけバチョかこんこそ今月こそ期待してたララ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 ラプができるやつが欲しかった、タタタタタタタ、そしたら来たのがゴミやすだ、タタ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 、声は汚ねえ、リズム感がねえねえ、ラップができねえ、ライムはねえ、インフメねえ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 、ヒップホップのコーナーできねえ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 、貧乏暮らしのクソゴミじじい、仕事もない哀れな40代、てめえさっさと陽光炉入ったら、そんで細胞な、一つのうなずきの小声で悪口言われてるだけじゃない、あるよしはブサイクだ、ブサイね、ブサイブサイブサイともいない、手はばかりラップじゃないじゃん、余白おいおいおい、絶対死ぬ聞きたい、クリエイターのラップやってるじゃん、文国際クリエイターじゃん、マジで子供説教してやろうかラップのコーナー、もう近いですよ終わりがね、はい、ラジオネームラッパーザキバチュ、俺が好きなもの、俺が好きなものサプライズ、サプライズで安田も喜ぶ、まず安田のチンコをもぎ取る、レクターがつけてたフェイスをつけさせる、肛門からダイナマイトを入れる、スイッチをしてお腹で爆発、風船みたいに膨らんで安田、それを見てみんなが笑い、人生最後に笑いの花火打ち上げな、よよじゃねえんだよ、よじゃねえんだよ、悪役紹介でしょ、悪役紹介、ね、のラップですかね、ラップですか、ビビったんだよ、いや悪役紹介のコーナーになっちゃったのかなと思ったんだ、一気に上手くなってまあ声は出てますけどね、出てるでしょ、はいはい、先週に比べれば全然やっぱりな先週の聞き直してたらボリューム上げましたからね、あまり聞こえないから、あまりに肛門からダイナマイト入れるスイッチ押してお腹で爆発、風船みたいに膨らんで安田、それを俺が燃やし尽くして、燃やせ燃やせ、怒りを燃やせ、誰の歌だっけそれ、走れ走れ明日へ走れ、怒りの炎が天を突き破る、なら今立ち上がれライガーライガーだ、ライガーの歌だ、そこまでもうイントロの失格だから、プロレスだっていうのあったんだけど、プロレスの誰かなと思った、ラジオネーム三平第67回安田記念全馬ゲート入り完了してスタートしました、まず先頭に立ったのは2番の安田ゴリラ、続いて6番安田ジジイ、8番安田うんこ、1番安田貧乏と3番の安田ミクシーも内から上がっていきます、おっと4番の安田貧乏と5番の安田チンポが落馬、競争中止です、あ直線に入りました、ゴリラうんこ貧乏、ゴリラうんこ貧乏、ミクシーなんだ、おっと外から7番安田系がすごい顔です、関係ない、だけ今一着でゴールイン、よよじゃねえよ
実況のコーナーになってますから、実況のラップでしょ、ヒップホッパーですから。ゴリラ運行貧乏、ゴリラ運行貧乏、ミクシー並んだ。おっと、外から7番安田圭がすごい顔で突っ込んできた。安田圭今一着でゴールイン。安田圭後半しか出てきてないじゃない。よじゃねえよ。一着でゴールイン。よよで遊ぶんじゃないよ。そりゃ終わるわこのコーナー。そりゃ終わるよ。だってできないんだもん、ラップが。ラップ今できてんだよ。ゴリラうんこ貧乏、ゴリラうんこ貧乏、ミクシー並んだ。おっと、外から7番安田圭がすごい顔で突っ込んできて、安田圭今一着でゴールイン。よよじゃねえっつね。実況がどんどん上手くなってんじゃねえかな。ラップじゃなくて実況が上手くなってんじゃねえか、どんどん。山田雅人さんって思われたらいいね。ラジオネームビワランチョウにある、はい、ご飯に舐めたけ乗せて食べたら美味しいよね、美味しいよ。だから俺のチンコに舐めたけ乗せてみるから食べてよガーキー、お願いガーキー、俺のチンコの舐めたけ舐めてよ、土下座するから。俺の舐めたけ舐めたら舐めたけガッキーによりボッキーしちゃうよ。そしたら俺の舐めたけの先から舐めこ汁で出て松茸になって、ガッキーの土瓶の中に入れて蒸させてください。お願いガッキー。しばらく経ったら土瓶の中に俺の松茸の胞子が飛び出て俺とガッキーが結ばれる。これぞまさしく生命の神秘、安でしね。最後だけ、最後だけぽかった。書いてある。最後だけラップっぽかった。本当ラップですか。今一着でゴールイン。よいいよもう。なんかやってる。さあ続いてのコーナー、ヒップホッパーでございますね。はい、まずはもう、12月に入りましたね。11月のラップバトルをまとめてくれました。聞いてください。第67回安田記念全馬ゲート入り完了してスタートしました。まず先頭に立ったのは2番の安田ゴリラ、続いて6番安田ジジイ、8番安田ウンコ、1番安田貧乏と3番の安田ミクシーも内から上がっていきます。おった4番の安田ピンポと5番の安田チンポが落馬競争中止です。あー直線に入りました。ゴリラウンコ貧乏、ゴリラウンコ貧乏、ミクシーなんだ。おっと外から7番安田系がすごい顔です。安田だけ今1着でゴールイン。よよじゃねえよ。ゴリラ運行貧乏、ゴリラ運行貧乏、ミクシー並んだ。おっと外から7番安田圭がすごい顔で突っ込んできた。安田圭今1着でゴールイン。後半しか出てきてないじゃない。よじゃねえよ。1着でゴールイン。よよで遊ぶんじゃないよ。ちゃんちゃんじゃねえんだよ。どこがラップなんだよ。ちゃんちゃんじゃねえんだよ。もう一個あるんですって。もう一個用意してくれてます。どうぞ。あらわた秀俊の風俗レポート。あらわた秀俊がまたまたおっぴろげえげえ女王の股見て、あらまたすごい。世界広しと探してみてもこれほどすごい股毛はいない。荒俣ひろしの玉荒ぶってまだ当てがったらたまらず射精。よう。なんだこれ。ラッコだよ。ラップやってないじゃない。いい加減してくれよって。あらまたすごいじゃないんだよ。またげがすごいって何なんだよ。いい加減しろ本当に。謎だよ。ちゃんとやろう。ラジオネームラッパーザキバチョフ。俺のアナルは日本一、アナルのゆるさは世界一、ガバガバアナルで何でも入れるぞ。そのデカさまるで四次元ポケット。電池入れろ、うなぎ入れろ、 OAB 入れろ、どんなもんでも入れてやる。アシスタントのやつも入れてやる。俺のアナルにアシスタントの顔入れろ。そのまんまお前の顔をなアナルで食べてやる。
ヤオラップのコーナーですよね。どいいとか踏んでますね。なんかね、入れろと入れろってラップじゃないですよ。朗読みたいになってる。ええ、ないね。いや、青年の主張じゃないですから。お前のアナル食べてやる。いや、意味がわからない。ヤオアナル食べるってどういうことですか。ヨーって言えばいいっていうね。いや、これスタッフが怒った方がいいな、これもう。ラジオネームビワ番長にある。なんだこれ、卵かな。いや違う、これ金玉だ。いやでもうーよく見てみよう、よく見てみよう、これ卵か。いや金玉だ。金玉か、金玉じゃない。いや、やっぱこれ金玉だ。どっからどう見ても金玉だ。でもなぜこんなところに金玉が。誰の金玉、この金玉。それから俺はこの金玉の持ち主を探す旅に出た。世界中いろんな街に行った。世界中で戦争をしていた同じ金玉持つ人間同士でどうして争わなければならないの。そんな思いを歌にしました。聞いてください。イメージン。ラップやれよ、おい。何なんだよ。何のコーナーなんだ。滑らかに喋ってましたよ、途中。ねえ。Imagine all the people the same world the same Kintama。 ラジオネーム AS。 何のジングルなんですか今の。産んでくれた親にマジ感謝。いや、巨乳ギャルにマジ感謝。こういうのよ。大事な友達マジ感謝。メガネの OL マジ感謝。愛する人にマジ感謝。むっちり熟女にマジ感謝。道行く女にマジ感謝。愛する人にもやっぱ感謝。風俗嬢にはオプションで感謝が世界を救うんだ。エビバディセイ感謝。最後メタルじゃねえか、もう。最初よかったのに。どんどん自由度が増しちゃって。めちゃめちゃ陰踏んでるじゃん。陰踏んでますけど。同じことやってるだけなんですよ、これも。もっと言葉巧みに、ね、ボキャブラリー豊富に変えなさいよ、いろいろ。フローとかあるじゃんね、言い方とかね。そうですよ、もっとあるね。そう、あるはずです。ライムが、リリックがとか。そうですね。ラジオでラッパザキバチョ、うん、俺はチンコを女に見せたい。特に沢尻エリカに見せたい。沢尻エリカに突然チンコ見せて、沢尻エリカクスクス笑い、チンコに焼きごてで、短所ホケ汚いチンコ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 、チンコって書かれて、いや焼きごてなくても見ればわかるよって笑ってほしい。それだけが俺の大きな夢。アシスタントはジェット機のプロペラに巻き込まれてろ。短所方形汚い人工、短所方形汚い人工、短所方形汚い人工。ラップじゃないですよ、これも。なんでいいじゃない。まあまあ、めちゃめちゃ BY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 
小毛系汚いチンコ、短小毛系汚いチンコ。怖いよもう。洗ってないんだ臭いだろチンコ。替え歌になっちゃった。替え歌。もう洗わない。臭さが魅力さ。ホケチンコ。ホケチンコ。名曲を。名曲が。年末になると歌増えますよね。な、はいはい、そういうムードになるな、ね、街がな。そうそう街がなんじゃない。レジオネーム、三平。有吉さん、桜塚ラップかな。インポずっと治らない。チンポ二度と立っちゃしない。上だから僕のそばへおいで。何気持ちよく喉開いてんすか。さあということでね、この音楽祭はね、もともとヒップホップのコーナーのラップまとめ、はい、辻君がまあ作ってくれ
てますけども、はい、それの年間1位のものを決めようじゃないかということだったんですけども、はい、まあそれだけで時間が余っちゃうんで、はい、SND 歌謡祭という、はい、拡大ですよ時間つぶしみたいになってます尺調整だったんですよ、ね、なんで尺調整やってということでね、うん、今年1年のラップ、うん、あのまとめたものをまた聞いて、うん、その中で大賞を決めたい、あこれは楽しみですね、これちょっと皆さん審査員ですからね、あもういいですか審査員、よかった、サカさんラップも詳しいですし、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします、どこがポイントですかね、うーんやっぱ韻の踏む数、韻をね注目していきたいなと思います、はいはいはい、インリンオブジョイトイってとこですか、インリンオブジョイトイではないですね、はいはい、エロテロリスト、エロテロリスト、インリンテロリストではないですエロリストではないです、それではもういきるのかな、聞いてもいいの、聞いてもいいかな、いいだろう、さあ、やるのかな、今日も終わってますけどじゃあまずは今年4月、はい、コラボしたのは、アルコ&ピース酒井グリーンピース落合2人です、うん、どうぞ、イエーイ、イエーイ、なんて言った、イエーイ、キッチンに情報に入れさせろ、大泉よしで Don't forget no no Don't forget Don't forget no 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 Don't forget 世界の母ちゃん Don't forget 人ばば、イエーイ、また来たぜ俺の母ちゃんのディス、俺のディスなら何でも受けるが母ちゃんのディスだけマジで許さねえ、うん、あ、うん、ちょっとまあこの時期はまあ酒井も落合もまあ少しね、はい、ちょっとかじってるっていうかまあ少しラップ見たことあるだけあってまだマシだったですよね、酒井の母ちゃんドンフォゲクソババ何なんですかドンフォゲクソババ酒井の母ちゃんドンフォゲクソババって何なんですかね薄い水色の下着だぜ、いやよく覚えてんなそうでしたけど汚くないです、可愛らしいやつです、うん、はい、落合の母ちゃんは黒いエロい人、ああそうです、わざわざすんげえと好きな、はい、ね、茨城の方から送ってきてもらって取り寄せて、はい、取り寄せて、取り寄せたブラジャーしててさあ続いてはね5月コラボはダーリンハニー吉川です、どうぞ、おじゃきは朝ギュギュやってんだよ全然ギュギュじゃねえ、ふくふく線完成するんだよ、小田急は朝ギュウギュウ、小田急ギュウギュウ、そのうち解消されるぜ頼むから、開かずの踏切小田急ギュウギュウやってんだよ、ヨー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 、どんぶぎ小田急ギュウギュウ、朝ギュウギュウ、朝ギュウギュウはまだからそろそろ南新宿のあたりもスピードダウン、変なスピードダウン、確かに朝はご迷惑をかけてますということで、電車電車トラップ、面白いこれ、ね、電車呪いの言葉ですよね、小田急朝ギュウギュウってなりますね、これ訂正しときたいですね、京王も、はい、山手も、はい、ね、はい、全部ギュウギュウです、はい、朝そうです、そうです、ね、小田急だけに迷惑かかっておりますけど、ね、まあ僕はよくね小田急に乗ってたということでね、朝ね、よく前こういう、どうですかこれ坂院長、そのテーマがはっきりしてたっていうのはちょっと大きいですね、なるほど、はい、電車っていうテーマくくりがあったんで、やっぱそういうもんか、なるほどね、そうですね、はい、一個頭抜けてます、ね、うるせえ黙れドンフォゲクソババアの息子ドンフォゲ、いや何ですか確か何なんすか、ドンフォゲ足さなくていいでしょ別にどんどん言っていいのかな、続いて6月はコラボはねタイムマシン3号関、どうぞ、じゃあ、ラジオ。キンキンクソ虫ゲル男。ちょっと早いな、有吉さん。僕じゃないんですよ。この方と戦ってほしいんですよ。ラッパーザキバチョフ。ラッパー虫バチョフ。タムシ、タムシ、タムシ。キンキンクソ虫、タムシ。キンキンクソ虫、タムシ。何ですか、この小学生のいじめみたいな。こいつと戦うよ。クソムシタムシデブタムシリンキンクソムシデブタムシどうだこれはやっぱり関がねやっぱりあのしっかり受け身を取る全日本プロレス出身のレスラーですから私みたいなやっぱ UWF 出身のレスラーと噛み合いますよね、噛み合いますか、インキンクソムシデブタムシこれ結構耳残っちゃいましたね、聞いてます、そうですね、なんか見つけたら必要にいますからね、小田急ギュウギュウ朝ギュウギュウもそうだし、東方クソババアでもインキンクソムシデブタムシですし、気に入ったやつずーっと言うから耳には残ってきますけどね
これはなかなか、まあ席がね、まあそういうあのことだったんで、ずっとそのこと言ってたら、うん、あのデリケアエムズさんが商品送ってくださったりとか、ね、すごい、あのありがたかったですよ。こんなラップもシャレで聞いてくれて送ってくださるという、ね、すごい、ね、非常に助かりましたけどね。さあで7月も行くよ。じゃあね、7月はね、これは俺あんまり覚えてないんだよな。マシンガンズ西堀、うん、ありがとうありがとうありがとうな、いつも本当にありがとうな、ありがとうありがとうありがとうな、いつも応援ありがとうな、そうラーメン、ありがとうな、そうラーメン、ありがとうな、そうラーメン、ありがとうな、ストップ、そうラーメン、ありがとうな、そうラーメン、ありがとうありがとうありがとうな、ラーメン禁止、禁止ラーメン、禁止禁止禁止ラーメン、ラーメン禁止、禁止ラーメン、ラーメン禁止、禁止ラーメン、そうラーメン、いや、これそうか、思い出したわ、意外と。あれなんだよ、あいつが痛風だとかなんかかな、 あいつ飯沼が、はい、飯沼が若いのに痛風だって言うから、はい、あのラーメン食べちゃダメだって、ラーメン禁止、禁止だ、原因がラーメンだった、それ確かね、ストップ、そのラーメン、いや、ハマタイムだからいや、そうなんです、ね、これも残ってますね。いや、そう思えばなんか意外とみんな覚えてるもんですね。意外となんとなくね、まあ いい感じでまとめてくれてるからなんだけど、どうでしょうかね、ストップそのラーメン酒井さんそうですね、やっぱり有吉さんのラインってどこでもやっぱりね、うん、耳に残るフレーズがどこでもあるんですよ。ドンホゲクソ、耳そいでやるか、これはバカドンホゲヨバカドンホゲってなんすか、いいタイミングで入れるなさあ金清さん、いかがですか。いやいや、いいですよね、やっぱりこう人のこうラップって普通なんかちょっと罵倒したりするもんじゃないですか、まあ、罵倒とかね、でも人の健康もね、こうやってこうやっぱりいたわるっていうのも、こんな優しいラップを始めて、そうですよ、だから健康ラップです、健康ラップ、健康ラップって何で南春夫さんとかで歌ってそうなのそういえばもう金木久しぶりだな、お前、はい、あれお前まだできんじゃなかった、溶けてんの、あれもうなんか自然となんか溶けてなくなったって聞きました、あ、溶けてなくなった、氷のように、はい、うんさあ、ということでラップね、今まで聞いて7月まで聞いてもらいましたけどもね、はい、どう今んとこチャパ太郎は。いや、もうチャパ太郎じゃないんですもう完全にすぐ鼻炎買っても真っ黒にしてるんで、うん、ずっと、はい、いい年して茶髪にすんじゃねえぞはいそんなことゆっくり言わないでください、すげえ気にして言うんですよさあ8月、はい、コラボはトップリード我が優しい雨松崎、うん、どんなんだったっけな、どうぞ。有吉最高、俺は応援してるぜ、有吉最高、有吉こそ神、私加山も認める有吉、本当に最高、有吉すごい、最高だぜ、なあチンペ最高だサルラー吹きの海、俺は海、海よ海よ、その大きな愛でサライのように海包み、クシンマル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 クシンサイ、俺の金玉しゃべるぞ、今から聞いてろ、イエーイ、こんにちはこの辺からちょっとカオス状態に、ちょっとあのラップに詳しい人が全然いなくなっていく中で、ちょっとやっぱこう僕もちょっとカオスな状態に入ってって、まあまともな精神状態じゃないですよねもうなんかなんていう、あのなんていうの、あるサイケデリックな映像を一日中目の前で見せられて12時間過ごした後みたいな感じの状態になってますけど、9月、はい、コラボはね、平子と新妻、うん、あそうか、俺の名前はチンピ、ずる向け真面目チンピ、寒い日はカムロよチンピ、
無念がら年中ズル向けチンピ。お前らの嫁さんに見せてやりたい俺のチンプ。よいよいよ、まゆみの前じゃダラダラ死なだれただけの有吉のチンプよ。お前の嫁さんじゃ確かに勃起しねえかもな俺のチンプ。有吉の汚ねえくせえチンプをうちのまゆみの前で音出してみろ。イン高円寺怖くなかったら来てみやがる。阿波踊りの時にお前の嫁さんに俺のチンピを触らせてやるぜ。同じチンピなら触らなきゃ。阿波踊りの最中うちの嫁にチンピ触らしてみろ。きっとちょっと小さめの蚊が手に止まったぐらいの感触だろうが、腐れ有吉のチンピ。高円寺のな阿波踊りが終わったら下北の天狗祭り来い。全員の天狗の腹でお前天狗のチンピだな。お前の嫁さんな昇天させてやるぜチンピ。そういうことね。結構ピーピー入ってますよね。いや入ってないですよ。ちょっと一箇所だけ平子がチンポって言っちゃう。ピーでやってるんですよ、ね、ちょっと興奮しすぎてチンポって言っちゃうんですよね。あここはだからちょっとまあまたちょっと一回も引き戻したのかな。そうですね。あちょっとギャングスターラップっていうか。ああでも近いですね、そっちに触れてたんじゃない。はい、ちょっと震えてました。怖くて。はい、ちょっと、はい、震えてます。ギャングだからな、俺ら。ダセーっすよ、それ。俺ギャングだからな、ダセーっすよ。え、ダメだろ。ダセーです、ダセーです。俺ギャングだぞって言っちゃダメだろ。あんま言わないです。あんま言わないです、はい。あ、そう。はい、あじゃあ、続いていきましょう。続いては10月。もう近いですけど、ね、最近ですけども。デンジャラス、ノッチさんとコラボ。吉は母不細工だ。母不細工ね、不細工さ、ラップさ、人もいない。手はばかり、ラップじゃないじゃん。余白おいおいおい、絶対に聞きたい。クリーンさんのラップやってるじゃん。臭い。クリーンさんじゃん。マッチ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 聞こえるじゃん。ラップの話を。ラップの話を聞き合った話を。ラッケンロー。腹立つな。これただただ俺が腹立ってましたけど、ね、もうラップでもなんでもないですからね。これはもうほとんどただ A ちゃんですけどね。本当ただ止まらない話ですけど。この頃はほぼラップやってないですよね。ちょっともうそうしょうがないんですけど、ね、ラストかな。じゃあ11月でラスト11月もう先月ですけどね、うん、安田さんとか、はい、はい、回安田記念全場ゲート入り完了してスタートしました。まず先頭に立ったのは2番の安田ゴリラ、続いて6番安田ジジイ、8番安田ウンコ、1番安田貧乏と3番の安田ミクシーも力上がっていきます。おっと4番の安田ビンポと5番の安田チンポが落馬競争中止です。さあ直線に入りました。ゴリラウンコ貧乏、ゴリラウンコ貧乏、ミクシーランダー。おっと外から7番安田圭がすごい顔で突っ込んでいく。安田圭いない、着でゴールイン。よよじゃねえよ。ゴリラウンコ貧乏、ゴリラウンコ貧乏、ミクシー並んだ。おっと外から7番安田圭がすごい顔で突っ込んできた。安田圭今1着でゴールイン。後半しか出てきてないじゃない。よじゃねえよ。1着でゴールイン。よよで遊ぶんじゃないよ。はい、というラップの終わりがチャッチャンじゃないじゃあそんなラップじゃないよ。マクロの10月11月はラップじゃないですね。ラップじゃないです、ね、ちょっとデンジャラスさん揃いますから、ね、デンジャラス言うとラップじゃないっていうような状況でございましたけど ね、はい、ね。さあ以上ですかね、全てが、うん、まあそんな感じでしかね、はい、まあラップ選手権もまあまあヒップホップのコーナーもまあ終わるということでね、一回まあ清算しますんで。残念ですか。やっぱりラップできるやつがやっぱりいない。酒井でさえやっぱり結局できないからね。できるんですって。緊張しなかったらできるんですって。緊張しなかったらできるんですって。緊張しなかったらできなくなっちゃうんですよ。テレビの前じゃ答えられるんですっていう。家だとまだ家だとできるんです。プロとして一番言っちゃいけないって。出てくるんですか家の中だと。そう。さあということでじゃあまあ対象はこれ酒井に決めてもらおうかな。いいですか。いいんですか。ステージで決めて。じゃあ対象の方発表します。はい。
ださ い, いお下がりください。はい、5月ダーリンハニー吉川さん、え、あ、そう、はい、電車ラップ、電車ラップやっぱ一番良かったし上手でした。小田急ぎゅうぎゅう、朝ぎゅうぎゅう、素晴らしいですよそれは。家です、それは。あ、そう、家愛です、それは。イン踏んでる、イン踏んでるし素晴らしいです。あら嬉しいなぁ。酒井の母ちゃんドンホケクソババいなかったドンホケ、いや、ないないない。スネイナイトドリーマーライブオンエア。